ではですね、時間になりましたので、ただいまから周回と環境省交渉、除染土の再利用方針の撤回を求めてということで始めさせていただきます。皆さん本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。ですね、皆さんご存知のように、2年以上前からこの方針は打ち出されているんですが、環境省の、委員会がですね、除染土をハセンベクレル以下のもの、ハセンベクレルパーキログラム以下のものを、公共事業とかで最近、書き加えられた方針なんですが、農地造成にも、再利用できるという方針を決定しています。で、私たちはこれに反対して、この除染土再利用を撤回してという署名を2年ほど前から呼びかけて集めていまして、今までに3回提出しました。で、今まで提出したのは 27,246 筆、提出3回に分けて提出したんですが、その後も続々と署名が集まりまして、その後 15,374 筆集まりました。で、累計 42,620 筆、42,620 筆の署名が集まって、今日はその新たに集まった15,374 筆を提出、する予定です。で、相手先は環境省です。で、このあと正野敦子さんから、そして今日は二本松からこの再利用の実証事業ですね、実証事業に反対している皆さんが見えているので、二本松の状況もお話しいただきます。で、さらにはですね、栃木県那須町で、再利用とか公共事業の再利用っていうわけではないんですが、除染土を、埋め立てる埋め立て処分するみたいな、そういう実証事業もやろうとしておりまして、で、二本松からも、その件で、見えておりますので、後ほどご報告をいただきます。で、今その私の知る範囲では南相馬で、実証実験をやりまして、で、飯舘村の長泥地区で農地造成のこれ実証事業をこれからやろうとしていて、で、二本松では道路の、基盤土壌材に再利用する実証事業をこれからやろうとしていて、という段階で着々とですね、事業に再利用するという実証事業が進められようとしています。で、なぜ環境省がこんなことをやろうとしているかというのは正野さんが説明してくれると思いますが、ざっくり言うと、そのすごい大量に出てしまった除染土を2200万ルーベと言われていますが、減らしたいと、だから公共事業とか農地に使うという、そういう、ことです。で、これに関して環境省はその覆土する、例えばその土壌材に使ったら上にそのきれいな土をかぶせる、で、そのかぶせるその厚さっていうのはその時と場合によって違うんですが、なんか表を作って何センチ、その工事中の作業員とか周りの人たちが工事中であっても最大年1ミリシーベルト、以下の被曝で抑えられるとか、その完成した後には年10マイクロシーベルトの被曝で抑えられるという論理で、やろうとしているんですね。ところが、2年前何回かやった当初で、要は累積的な被曝、つまり二本松にしろ、飯舘村にしろ、どこにしろ、ある程度その作業員の方とか住民の方々は、日常生活の中で、あるいはその仕事で除染作業をしているとかで、被曝を強いられているわけなんですが、その累積的な被曝ってものは評価されていないとか、あるいはこれ毎日新聞がスクープしていましたが、道路の寿命ってものがありまして、道路の寿命はなんか70年って考えられているんですが、その、理論上っていうか計算上、ところがその70年後のことは考えられていないとか、
なんかいろいろ、まあ、あの直感的にダメだって皆さん思うと思いますし、私もダメだと思っているんですが、いろいろ、まあ、それ以外にもですね、環境省の論理に乗っかったとしてもいろいろなんかダメな点が多々ございますということで、まあ、あの今日はそういった点も、そしてそのとりわけあのすごくたくさんの反対の声が出ているのにもかかわらず、それに対する対応というものがなされていないように見えますので、あのそういうことも、問うていきたいと思っております。ということで、あの今日は前半1時間あの情報共有を目的とした集会で、2時に環境省が見えますので、署名を提出した後、皆さんのお手元に配布しているこの質問書に沿って、質疑をしていきたいと思っております。じゃあまずは浅野さんから、あの概要とか経緯とか、環境省の課題とか、そこら辺についてお願いします。今年から私、あの永田町で仕事をさせていただいているんですが、昨年12月末まであのジャーナリストとして仕事しておりまして、あなたの隣の放射能線ゴミという本を書いた関係で、その後もちょっと、リクエストを受けてはあの現地に行ったりして取材しています。で、今日は除染土の再利用方針の撤回を求めてということで話をしてくれと言われましたので、現状についてお話をしていきます。これは二本松市の、原瀬地区に、なんですけれども、このように、まあ、仮置き場で置かれているところはこんな場所ですというちょっと例です。次お願いします。で、ざっとおさらいなんですけれども、原発事故は起こらないということで、日本には原子炉と規制法といって、原発などの施設内に放射能物質を閉じ込める制度がありましたが、次お願いします。東海村の JCO 事故が起きたので、原子力災害対策特措法というのができました。次お願いします。で、事故が、まあ、実際に起きた時には、次お願いします。より過酷な事故が起きてしまいましたので、とりあえずはその1990年の、臨海事故でできていた、原子力災害対策特措法によって原子力、緊急事態宣言が出せて避難できましたが、それともう一つ災害対策基本法というのがもともとあって、ただしこれは原発事故とは実情が合わない限定的な期間と地域で避難をするというものです。で、次が今日がこの主題に関係する法律ですが、2011年8月に放射能汚染物質対処特別措置法というのができまして、次お願いします。これは、まあ、一言で言ってしまえば、汚染地域にダブルスタンダードを共有しながら、除染しながらそこに住まわせるというものになっています。次お願いします。で、除染というのは、次お願いします。まあ、住宅とか農地から剥ぎ取っていった可燃物、そして次お願いします。不燃物、それを次お願いします。袋に詰めて、そして保管するというものですが、それが、もう一個お願いします。なんとそれをせっかく置いているものをもう一回こう戻していくような形の動きが今起きていることです。次お願いします。で、どういったものが実証事業という名前で起きているかということなんですけれども、大体こんな感じです。で、徐々に見ていっていただきます。次お願いします。まず可燃物についてはお願いします。燃やしていく、そしてわざわざ新しい焼却炉を仮設焼却炉ということで建設し、焼却し、解体するという。で、ここにも灰が出てきます。次お願いします。で、あ、ごめんなさい、あ、いやいや、もう一個前お願いします。で、これについては後でまたこの灰がどこに行くかということをお話します。次お願いします。で、それからその土とかですねは、すでに南相馬市で実験ではなくて数百ベクレルという単位のものが使われて、こういった防潮堤などができています。防災林などができています。お願いします。で、初めて環境省が、保管場所を使って、除染した土壌を使うという試験を始めたのがこれです。実証事業ということで、桜井市長当時がですね、8000ベクレル以下という方針ではなく3000ベクレル以下でやってほしいということで、これが元々の保管場所の風景です。次お願いします。それがこれが環境省の試験資料ですけれども、ここに盛り土道路みたいなものを作りますというので、次お願いします。
実際にこのようなものができています。次お願いします。で、次に行われたのが二本松での事業です。で、先ほど見ていただいたように南相馬は、保管場所をヤードを囲って作るというものでしたけれども、二本松については、500袋の土のうを、先ほど見ていただいた冒頭の写真です。あの冒頭ので見た写真をですね、実際の道路にの下に埋めていくということを始めるというものです。次お願いします。で、これが先ほどの500袋、後で多分現地の人からも報告あると思いますので、ざっといきます。次お願いします。このような形でちょっと破れたりしています。次お願いします。で、ここをちなみに市議さんが測りますとこのような値で、まあ、私たちがここにいるよりは数倍高いレベルです。次お願いします。で、これが実際にここをもう一回引っぺがしてここに埋めるっていうことになってます。次お願いします。こんな感じで里山 の農地がこっち側ですね。で、ここです。今人が歩いてるここをここの下に埋めるっていう事業です。次お願いします。で、植木切れてしまってますが、二本松市の市議さんが、議会でこれを取り上げて、環境省が南相馬で行った事業は100メートルあたりどれぐらいだと聞いたら12億円もしたと。で、もしこのような農道をですね、まあ、普通舗装しませんけど、もし簡易舗装したらいくらだって聞くと260万円なので、わざわざ除染したものを12億円かけてもう一回埋めるのかということで、環境問題以前に財政的にどうなんだということを問ってもいらっしゃいました。次お願いします。で、これが先ほど三田さんが言ってたように、埋めて、そして上から覆導すれば大丈夫っていうようなものなんですけれども、日本版で後で多分詳しくあると思いますので、まあ、こういったものイメージを覚えておいてください。お願いします。で、この原瀬地区なんですけれども、この赤字を見ていただきたいんですけれども、福島県内で発生した土壌の県外での最終処分に向けての実証事業を日本松でやっています。でも私たちは県外に住んでいますが、そんなことはほとんどの人が知られていないし関心も持っていないと思います。次お願いします。で、ごめんなさい。で、道路の路障材などとして再利用するということを住民宛ての回覧を回してお知らせしています。次お願いします。で、再生資材っていうのは品質を調整して、そして管理主体が責任体制が明確な公共事業なので、人為的な形質変更が想定されない盛り土などの、構造の基盤で、追加被曝線量を制限して使うんだっていう考え方でやるという、その実証事業です。次お願いします。で、そのためには濃度の、放射能濃度の設定とかどんどんお願いします。遮蔽であるとか流出の防止であるとか記録の作成保管、なんかちゃんちゃらおかしい感じがしますけど最後の行は、そういったことを、まあ、例えば8000リクレルを埋めてしまうと、普通に大丈夫ってなるまでに実は200年近く経ちます。200年間この記録を保存するっていうような考え方で始めるというものです。お願いします。で、毎日新聞がこの問題、毎日新聞とあとそこにいる眞子さんがこの問題ずっと一番詳しく最初、取材されてまして、どちらも継続取材されている中で、毎日新聞が、飯舘村について、先ほどちらっとありました農地についての、記事を出していました。で、これは何だということで去年12月に取材しました。次お願いします。これは何かというと、福島復興再生特別措置法というのがあるんですけれども、これ法律を見てみますと帰還という言葉が92回も出てくる。とにかく帰還をさせるっていうためにある法律になってまして、ここで帰還困難区域を特定復興再生拠点区域っていうふうに、まあ、しまして、で、復興再生計画を、まあ、認定、してそして進めるっていうものなんですが、飯舘村では次お願いします。どういうものに、これを申請したかというと、村 その除染土の仮置き場から8000ベクレルパーキログラム以下の除染土を運び出して、で、北企画困難区域の沼泥地区で造成地を作ると。お願いします。
で、これは路盤材などとして再生利用できるかどうかということを実験するというものです。次お願いします。で、実験した後に除染土に覆土をして、そこを造成地として、そして柿栽培、お花とかですねの栽培用の農地に転用して村の振興に役立てて、そこに人を返していくっていうような、そういう性格のものです。だからいきなり農地に使うっていうよりは、あの路盤材として使えるかどうかという実験をするための造成をして、その上に覆土をして、そこでお花を育てるということなんです。で、その風評被害を避けるために食べ物はやりませんよっていう、そういう考え方なんですね。次お願いします。で、村はそれをまあ、あちこちいいじゃないかと、仮置き場もの問題も解消できるし、土地の活用もできるということで要望されたそうです。次お願いします。で、っていうのは、まあ、営農再開であるとか期間の妨げになっているということが、まあ、背景にあるということなんですね。次お願いします。で、実際に昨年の11月に副環境大臣と村長と地区 の区長が、確認書を取り交わしてしまったというのが現状です。次お願いします。なので、いきなり農地に使うっていうよりは、造成地を作って農地にして帰還させるっていうようなものです。次お願いします。で、なんでそんなことをということなんですけれども、先ほど西田さんも言いましたように、あ、次お願いします。除染土がいっぱいになってしまったと。で、焼却して原油化するけれども、次お願いします。まだ東京ドーム13から18杯分に相当するものが2000万リューベプラスアルファが出てきてしまったと。これを何とかしなくてはいけないということで、次お願いします。一旦は中間貯蔵するんですが、次お願いします。15年から17年までかけて検討会を催して、その検討会で戦略とあと考え方っていうのを、バンバンと出していきます。で、次お願いします。で、まずは県内の除染して生じた土壌や廃棄物については、中間貯蔵の開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するということを、法律で位置づけました。次お願いします。で、そのために、原油化とか再利用とか再処分は、まあ、していくと。そのうちの、まあ、再利用っていうのが今見ているものです。で、考え方としては、県外にその最終処分を、確保するのは実現性が乏しいと、もう万歳してしまって、8000ベクレル以下は還元率を確立して、そして責任主体が明確な公共事業等における、材料部材として、限定して利用するっていう考え方になってしまったんですね。次お願いします。で、次お願いします。こういう工程表が出ていまして、30年でどんどんお願いします。30年で完了しますということで、技術開発もし推進もし、全国民的な理解の醸成をして、そして、全国で、使っちゃいますということで、次お願いします。2044年度、つまり、45年3月31日までに県外で全部、完了するっていう、そういうスキームです。次お願いします。で、これがいよいよ県外初の実証事業なんですが、埋め立て処分に関わる、実証事業、パッと見るとよくわからないんですけど、埋め立て処分では結局最終処分のことです。で、テニスコートで、今使ってないテニスコート内で保管しているものを、引っ張り出して、そこに、そこでやるということなんですが、次お願いします。これがそのなんていうテニスコートの隣にある野球場で、現在使っている野球場です。幸福の科学がなんと高校をここで持っていまして、この隣です。次お願いします。で、これがまあちょっと古ぼけたフェンスの端っこなんですけども、次お願いします。ここがテニスコートで、ちょっとこんもり森がなってますよね。これは覆土してあるところです。ここを、次お願いします。ここを今除染土が入っているものを外に取り出して、で、遮水シートとかフレクシブルコンテナとか入っているんですが、次お願いします。
それを袋から出して、もう一出してバリバリって剥がしたものを入れると、入れて、そして袋をちょっとして、で井戸水とか作業員がどうだとか敷地協会でどうだっていうのを測るっていう、こういうこれで安全ですっていうことを言うっていう、そういう授業です。次お願いします。で、びっくりしちゃったのは、これなくなっちゃうんですよね、この。でそれを突っ込んでいたらですね、結局遮水シートをするんですって先日言っていて、なんだかなっていう、これは後で多分どこかあると思います。次お願いします。で、この那須町の、ことをやり取りしているときにですね、次お願いします。運搬収集とか保管とかは施行規則がもうすでにできているんですが、その放射能汚染、対策措置法 でここはまだないっていうことを問題にしていたら、なんと今回の那須町で行うものと、あと東海村でもやっぱり同じような実験をするんですけれども、それをもとに、その結果をもとに、この施行規則を作っていくんだっていうことをポロリとこの前環境省が言ってました。次お願いします。で、戦略の考え方としては、先ほども見せたものなんですけど、それのこの部分を見ますとですね、基本的にそのセシウムは溶出しないっていうことを、言って、そしてだから安全ですっていうことが、まあ、前提となってやってるんですが、次お願いします。住民の方が見つけた論文なんですけども、実はじわじわと、詳しくちょっと言いますけど、じわじわと、たかが数年のうちに10センチとかですね、こう落ちていってる。で深いところだと20センチぐらいまでセシウムがどんどん下に浸透していってるっていうのもあるので、これが最後の、私のスライドなんですけれども、これは本当にやって大丈夫なのかということもまだ分かりませんし、何にせよその、30年で県外で全部処理してしまうんだということの再利用計画ですので、少なくとも全国民に何が行われているかというのを丁寧に、説明がされていかなくてはいけないものであると思いますので、今日は本当に重要な機会だと思います。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではですね、二本松からいらっしゃっています、この実証、事業に対して、いろいろと、反対していらっしゃる、はい、鈴木さんからですね、最近の動きについてご報告いただきます。失礼します。二本松 の私はみんなで作る二本松市政の会というところの、隣にいるのは事務局長なんですが、今日の報告書を書いた都合上、私鈴木の方でまず報告をしたいと思います。でちょっと書かれているところもあるんですけども、みんなの会っていうのはまあ、みんなでね、二本松の市政を住みよい町にしようということで、まあ、作っている市民団体なんですが、まあ、去年の、市長選では、まあ、お二人、まあ、出たわけですけども、両方候補にいろんな質問を出したりして、まあ、結果的には現市長を推薦をしながら住みよい町を作ろうということで、まあ、昨年暮れまではそれやってきたんですけども、12月5日になって前市長が任期が切れるということで、いきなりですね、12月5日の全員協議会でこの、汚染土壌の再生利用について議会で報告をするとさせるということがあったんですね。で私たちはこれまでその何も聞いていないし、まあ、当該地域、いわゆる原瀬西義地区っていうところについては一定の住民がその説明を受けたかもしれないけども、議会、いわゆる議員さんたちも含めて何ら説明がなく12月5日に示されたということなんですね。で私たちにとっても寝耳に水というような報告がいきなりされたと。じゃあこれで私たちも最初は何も知らないで来たわけですけども、12月の下旬からちょっと動きがありまして、まあその議会報告を受けた議員から、その原瀬地区における、まあ、議会報告とか、そういう学習会がありまして、そこで、書かれているように、いろんな問題が出てきたと。で、なぜその二本松原瀬地、西義地区なのか、実験台じゃないかというような、そういう声が出てきたわけですね。
で私たちこの市民、みんなの会という俗称を言う市政の会と合わせて震災のですね、すぐに作られたいわゆる被災者支援とか、そういうことを進めてきた共同センター復興共同センターというのがあるんですが連盟で、今いろんな活動をしていますけれども、2月20日に共同センターとして環境省に二本松で実証予定 その汚染土壌利用事業にかかる申し入れをやったんですね。でなぜ二本松なのかとか、8000ベクレルに関わって、皆さんの団体本当に私たちも知らなかったんですけど もう積極的にいろんな調査活動や学習を含めてやられて私たちもそれを今参考にしながらですねいろんな学習をしながらやってるんですけども私たちもそこで、環境省にその住民の不安を含めて、質問を含めてでやっぱりこういうことはきちんと説明をしながらやっていくべきであって、いきなりこういうことで進めていいのかということも含めてちょっと時間をくれということも含めてねとりあえず撤回をしてほしいという中身で申し入れをして質問を出してるんですね。あれから4ヶ月た、3ヶ月以上経ってるわけですけど何らその会の申し入れに対しては、私たちそこで、きちんと文書で出してるのにいまだに回答はないんですね。 でも私たちもそういう住民の声っていうか市民の声を聞いて当初ですね原瀬 の合意を得ているんだということだったんですけども、21世帯中9世帯しか来ないと。で今文書公開をしてみたらその9世帯のうちに、そこに地域に住んでいる議員さんと、それから、区長さんも含めてなので実質ですね区長さんって言われる人と議員さんを除けば21世帯中7世帯しか集まらない中で集まった人の中では議論が出なかった。だから総意なんだというところで進めてきちゃうというね。で私たちこの間環境省だけ攻めてきたんですけどもどうもそこには二本松も関わっているということで今これから市との対応はどういうふうに進めるかということでいろいろ検討しているところですけどもでも環境省の事業なので、環境省の方に、こういうやり取りや進め方ではいかがなものかということで、交渉もしてきています。で私たちその前に、3月18日には先ほどの増野さんを来ていただいて合宿集会をしたんですね。でそこの中でもこれは政策ではなくて、法律じゃなくていわゆる戦略としてやられてるんだというところをみんなで共有をしましてやっぱり住民の声を上げていくべきだというところがみんなの確信になった学習会でこれ以降私たちもそれを力に何かやらなきゃいけないということで今日手元にも言っていることカラーの、チラシですね、2万枚ほど作りましたが、ほぼ巻き入れたのは1万7000枚、全世帯が大体2万、ちょっとなので、そういう意味ではほぼの世帯に渡っているかなというふうに思いますけども、これを出し、ネット署名を含めて、約5000筆を集めて環境省の方に出していくということで先日出しました。で、住民の方からも説明会を開いてくれということでありまして4月26日、その地域限定にしてそこの地区だけ集まれとかいうことでやったんですけどもそうではなくて市民も対象にということで私たちもやって4月26日は私たちも参加できるような学習会というか説明会にしていただいてそこでも議論が出たんですね。なんで二本松なのかとか本当に安心安全と言えるのかとかで災害はいつどこに起こっても不思議じゃないのに大丈夫なのかとかそれましてや福島の農家は風評ではなくて実害を食ってきたわけですよね。でまたこれやられたら実害になるというところがいっぱい出されてで持ち帰れということを4月26日は出されてて環境省も持ち帰らざるを得なく翌日、参加をしたその説明に来た山田さんという人が、持ち帰っていただいて27日に一旦これは立ち止まって、市民の皆さんにどう返していくかどう説明していくか検討したいということで検討したいと言ってからもう1ヶ月過ぎてるんですが、
今のところ連休明けから調査結果をやって、進めるということだったんですけど、連休明けからの、工事は今のところ進めていません。6月になってもまだ進めていません。なので、まあ、市民のこの間の運動で一旦は休止させていますが、私たちはなんていうんですかね、この約束をした、福島県民に約束をした、でこの間 大きな被害も被ってきた実害としてある農家の皆さんがもうすでにこの実証事業をやったら酪農家の方のそのために、餌米というかね、その作ってそれをこう梱包してですね、餌にする事業があるんですけど、そんなの使えないよと、原瀬地区でそんなことやったらそんなの使わないよということで約3000万円ほどの損害ができるようなもう実例が生まれてるんですね。だから私たちはそういう意味では、県民に約束をした30年後にはきちんと中間貯蔵施設に全量を集めて県外処分、この約束を守れ、これをですねやっぱり環境省に求めていきたいし、そうでなくちゃやっぱり環境、ね、破壊しようと言われても仕方がないんじゃないかというところを、やっぱりこれから本当に調べてみると市長が途中で決裁をしていたり、いろいろこれからも私たちもどうやったらそれ解決できるのか、きっと山あるんだろうと思うんですが、しかし私たちは県民の約束を守らせる、ここだけで全市民の声をですねそこに集中していきたいなということで今考えているところです。以上報告します。同じく二本松から来ました菅野誠二と言います。皆さんのお手元に渡したこのみんなの会ニュース の事務局長をしています。今の鈴木久幸さんは学校の先生を退職しましたが、一緒に事務局をやらせてもらっています。で、特に震災も自分の自治体はどうするのか、日本松はじめ福島県の農業をどうするのか、やっぱり市長や首長や議員任せではなくて自分たちで地域づくりのビジョンを作っていく必要があるだろうということで、政策提言作りをずっとやってきたのはこの日本松みんなの会という組織です。例えば嶽温泉なんかまだ4割もお客さんが戻ってきていない。それから日本松の耕作放棄地がもう4000ヘクタールのうち半分、2000ヘクタールがもう耕作放棄地、まあ、実態はかなり深刻であるということがだんだんこう見えてきています。そういう中で このこれからの日本松をどうするのかということを調査研究したりしてきました。で、今回その中でのこの汚染土壌問題ですが、まず一つは先月正野さん、4月に正野さんに来てもらってこのお話をお聞きして、この汚染土壌裁量がいつどういう検討会で誰が決めたのかっていうことが非常に不透明だし、まあ、土木学会とか松本さんなりに土木学会っていういわゆるゼネコンの人たちと関係で決めたっていうような中身になってますけども、私一番はこの福島県民がいろんな審議会検討会に参加されていない、環境省や一部の大学の先生や土木学会で全てを決められて、肝心要の福島県民がそういう決定する検討会に参加させないというのは、これは全く福島県を不在にしたことであらゆることが決められてきたなと思っています。で、一つの事例で言いますと、飯舘村の同じ農業をやっている方が農地除染強度を剥ぎ取りましたよね、飯舘村はじめで、だいたい表面5センチの表土を剥いて、それで山の砂を全部撒いたわけですね。で、これ農家はとんでもないと、一番大事な農民の土地、一番微生物が多い土を剥ぎ取ったんだから、そこにはやっぱり粘土質と堆肥の入ったいい土を入れるべきだ。で、そういう農業再開の視点ではなくて、土を取って空間性量が下がればいいっていう、そういう環境省の視点だけなんですね。つまり農水省の視点が入ってなくて、つまりそこで農業を再開をする、暮らしを再開するっていう農地除染では全くなかったと。で、そういう時にやっぱり飯舘村の農家が復興庁とか環境省に、いやこんな除染ではダメだよ、いくら言っても聞き入れなかったと言ってましたね。
で結果的には今氷土を取って砂を撒きましたけど、大きな重機が入ったから排水パイプは潰れて水が湧いたり石がゴロゴロ出てきたり、とっても今すぐ農業できる貯泉ではなかったっていうのが現場の声です。いわゆるそういうこと一つとってもですね、地元の声、農家の声を反映させた農地貯泉ではなかったし、福島県民を不在にした今度の再利用もそうです。それから焼却場問題も、で私のいる日本松は、私の松の東和で一番東で、避難地域の山木屋のすぐそばなんです。そこに焼却場が今建設されています。東京ドーム1個分の山を削ってですね、森を削って焼却場を作って、4キロ先には小学校があって、私の田んぼ畑も6キロ先にあるんですが、焼却場のこれも、住民の7割の反対署名を無視して強行して作ってしまいました。で今度は東西端の岳温泉の麓の原瀬地区というところに今度は汚染土壌をやるということでですね、本当にこの住民不在の決定の仕方、これが本当にこのあらゆる現場でこう進められてしまっているというふうにこう思っているところです。そういう意味ではやっぱりこうなかなか今福島県の現場で起きていることが伝わらない。で特に私農業やってますけど、農地っていうのはそういう住宅の土地とか商業地とか工業地とは違うわけですね。農民が先祖代々堆肥を入れて耕して作ってきた土なんですね。そういう土をですね、軽々しくそういう扱いで、やられてしまうっていう視点が本当になくて、どれだけの農民が苦しんでいるか、そういう福島県民の心に寄り添ったあらゆるこの決定の仕方を進めることを、もっと私はもっと福島からも声を上げていかなきゃいけないと思いますし、ぜひ皆さんからもそういう形で、福島の現場にぜひ寄り添っていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。続きまして栃木県の那須町で正夫さんがご説明されたように汚染除染土壌を埋め戻すという、掘り出して埋め戻すという、ちょっとそういう実証事業をしようとしているんですが、その、ことについて田代さんの方からご報告いただきます。それじゃあすみません、ちょっと時間があります。6月の8日ついこの前ですけども、那須町でですね、環境省の実証事業についての住民説明会がありました。でこれは5月にですね、私どもが住民側としてまず住民説明会をやれよという、場所は違うんだ、第4か第7か忘れましたけど、そこでですね、交渉したときに約束したものであります。一言で言いますとね、非常にこの環境省のやってることはデタラメなんですね。それと、それに加えて非常に強引だと。でそれは今の日本松の話でもありましたけども、説明会には150人ぐらい住民が来たんですよ。それも非常に少数ですけどね。でその中でもですね、いろいろ、いろんな意見が出ましたよ。でその安全問題、それからその決め方の問題ね、それから、例えばこの実証事業を行う、先ほどちょっと写真が出ましたけれども、そこの栃木のいわゆる自治会、区ですよね。でそこは300世帯あるんですよ。でその紙のことを新聞に送ったこれが歌じゃなくて、紙の自治会ですよね。この自治会、2つに分かれてるわけですけども、その紙の方だけ説明をその回覧で回しただけと。で、区長だけがその文書でそれを回覧、という格好でですね、そこでの住民に話を聞くと、それだけの世帯があるのになんで下野はやらないんだと。
じゃあ府中で仕事も回したんだけども、その府庁とですね、それからその町から来て説明会をやったんだそうです。まあ、説明会に ご説明しますっていう、これね13年しか来てないということを言ってましたね。それでね、地元はそれで了解したっていうことになってる。そういうまあ見たくないやり方をしたんですね。でそれじゃあその地元の合意、地元っていうのはこれは亡くなった全体のことですよね、これはね。しかもこれは先ほどおっしゃったように、県外の汚染土をどう処理するかということの最初の実習事業なわけです、東海村と合わせて。でそれをですね、県内だって8市町あるわけですからね、これを溜め込んでいる。そういうところの一切知らせないで、那須町が手を挙げたからっていうんで、那須町の、しかもその実証事業をやるその辺の地区だけにその回覧を回すということでですね、やる。だから議会にもですね、その言いっぱなしの説明だけで同意を取ったわけではない。去年の9月頃ですね、那須町が同意したんですね。で12月に最終的に同意をやったようですが、まあ、そういうことが一つありますね。それもうちょっと先ほどもちょっと出ましたけども、その県外 のそういう処分を進めるのに、の法律上、法令上ですね、法律上の根拠が非常に薄い。つまり実施するため の何て言うんですか、その細かなその法的根拠というのはないんですね。それをですね、この那須町と東海村でやって、それで省令を作るということを言いました。だからやることはね、もう逆さまなんですよね。とにかく何が何でもやりたい。で先ほど言ったようにいろんな疑問出ましたけども、1時間くらいでしたかね。でところが疑問に対してはですね、分かりました、検討しますということを一生懸命言ってましたよ。でところが最後に何て言ったかというとですね、私ども帰ったらすぐ実証事業の発注をしますっていうわけです。これ6月8日にですねやって、8日は土曜日か金曜日か、だから土日とまあ来たわけだけど、6月中に着工できるようにやりますって言われて、これはね、あなた何のために来たんだということですよね。それは私も直接終わってから言いましたけど、そういうそれほどですね、もうデタラメな強引なことでやろうとしている。でちなみにまあこれは社会説法ですが、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、この7県の56市町村、これでまあ除染をやったわけですね。だから除染土、つまり汚染土が山なりになっているわけですよ。でなんと那須町ではね、どうなっているかと言いますとね、私の家も含めてですが、その 98% これがね、各家の庭になってるんですよ。だって集めるところがないわけですから、みんな断るわけですよ。だそういう状態がずっとこう来てるわけですよね、今日まで。でそれをなんとかしようとして彼らが考えたのがですね、それを埋め戻してですよ。あれの埋め戻しもね、バカにしてると思うんだけども、今ああいうふうに埋まってるわけでしょ、埋まってるわけでしょ。これをバッグ入れて、で一応この遮水シートをやってるわけですよ。それを全部取っ払ってですよ、それをフルカバッグ出して生に埋めるわけですよ。こういうことをやって、それで安全だっていうわけですよね。でそのことを私ども追求しましたよ。でその最大の安全という彼らが言うのは浸透しませんって、これセシウムは、これは嘘です。もともとですね、セシウムっていうのは水溶性と非水溶性があ あるのことも皆さんご存じだと思うんですけども、大体例えば気象庁で出た論文などによりますと、3月の20日前後まではほとんどが水溶性のセシウムが出てるということを言ってますよね。で彼 その論文では例のガラス状の
金属になったセシウム、プルームが出たということが発見した方ですので、まあ、そういうふうにしてこう2つある。で例えば横浜なんかで実際にそれを取って調べたことによるとですね、半々だということを言ってる学者も言うんです。でそれがまあ各地に振っている、それはまあ振り方はいろいろ違うと思いますが、それがですね全く浸透しないと、まあさすがに言わないのよ、ほとんど浸透しない。でいい例がですね、規制委員会、ご存知だと思うんですけど、規制委員会は23年、からですね、毎年そのセシウム の分布状況というのを調べてるんですね。これ単独報告書が出てます。成果報告書というんですけど、でその中でですね、この先ほどちょっとあれに出ましたけど、これが28年度の報告なんですけどね。でこれがね、最高20センチ浸透しているんです、実際ね。でそういうことを言うとですね、彼らは、いや、それは微量ですからって、こんなことを言うわけですよね。もともとマイクロシーベルトというミクロの世界に微量な話をしてるのに、ね、微量だから大丈夫ですって、ね、そういう漫画みたいなことを言って、すり抜けようとするということをですね。だから僕らはこれを何が何でもっていう実証事業は彼らは何としてもやるつもりですので、これをですね、実証事業でデータが出るわけですね。でこのデータをどう評価するかっていうのが、まあ、肝心肝心の話になる。だからこれを住民と一緒に、まあ、住民とごちゃごちゃでやるという意味ではなくて、住民が推薦する学者とか専門家とか、そういう人たちとデータを共有して、一緒にできなければ全部公開をして共有して評価をする、そういう住民がある意見をきっと入れるという形を、ね、作らないと、なかなかこれを突破していくというのは難しいというふうに思います。また組織的にもね、こんな弁護士先生なんかも含めて、そういう住民側のもの体制もね、作っていかないと、那須町だけで、日本町だけでやるのもなかなかそれは難しいような感じがしております。今日はですね、たくさんの議員にご出席いただいております。山崎議員、大河原議員、菅議員、宮川議員など、そしてですね、このお部屋は安倍智子議員事務所にお借りいただきまして、交渉も、安倍智子議員に事務所にアレンジしていただきました。ありがとうございます。それでですね、本来ご挨拶いただくべきところ、ちょっと時間も限られていますし、どちらかというと実務的にですね、内容を詰めていくような会にしたいと思っておりますので、ここで質疑の時間を取りたいと思います。今いろいろな情報が出されましたが、何かご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。先週ぐらいのニュースで、那須町で指定廃棄物を集約するっていう話が出てたと思うんですけれども、その件について何か詳しいこと、今日の件と何か関係があるようでしたらお願いしたいです。ゴミのですね、種類から言うと、まあ指定廃棄物と指定外の普通のゴミというふうになっているわけですね。8000ベクレル以上と8000ベクレル未満と。で私どもが今お話したのは8000ベクレル未満ですが、これは指定廃棄物っていうのは栃木県で1箇所をやろうと。でこれが塩屋町でやろうというふうになっているわけです。でこれが塩屋町は町上げて反対しております。私町長ともよく連絡取りますけど、いたもんだからですね、これを何とかしなきゃいかんというわけですよ。それでこの指定廃棄物をどう処理するかというのを、まだね、具体的に着手しているわけではありませんけど、その方向を決めたという段階で、具体的に何か住民の側にあるいは自治体に
なんか、ね、来ているということではないようです。まあ、まあ、裏で何かやってるのかもしれませんけど、まだ分かっていません。直接は別と。直接は別だけど、塩屋町と言われていたのが、うん、今、那須町という話が出ているということでは、うん、それはだから、ゴミの種類は違いますよ。今日は除染土であって、指定廃棄物とは、もともと別。そうです、そういう意味では同じ。だから、別物ですよね。そうですね。別の話だと。うん、まあ、別の話なんだけど、元は同じなのよね。つまり、除染して出た。形式上は別だけども、うん、要するに普通の人からすれば一緒でしょって話です。ただ除染土壌ってのはそもそも8000って基準がもともとないわけですよね。ないところ8000以下は再利用できますって話で動いている。だ廃棄物の方は指定廃棄物、一番最初から8000以上は指定廃棄物っていう、はい、この埋め戻す方のそのどの程度の汚染度なのかということについては環境省は正確には答えなかったんですよね。住民の方がその要請を出したときに私も言い合わせたんですが、聞いても答えなくて、すごくざっくり、ざっくりとした全体としてはせいぜい多くても3000でくれるとか、そんなような言い方でしか、具体的にはもう掘り出してみなくちゃわからない的な回答。なんか除染土壌ってもともと8000以上入ってても別にいいわけですよね。別にそれ見てるわけじゃないの、はい、ですし、すごくなんか環境省の答えは全体的に曖昧模糊としていましたね。この取り戻すこの実証事件実験事業についても、住民の方は要は那須町のそのこの実証事業をやる地形とか地質とか、結構特殊なので、これを全国展開されても困るということを主張されていて、それはごもっともだと思ったんですが、環境省はだから那須町と東海村との2カ所の実証事業だけでもうこれを全国展開するようなつもりでいるらしいです、うん、という結構それもそれで衝撃的な状況になっています。はい、他にご質問ありますでしょうか。大丈夫ですか。はい、すみません。立憲民主党衆議院の山崎です。ちょっとこの間も環境省の担当とお話ししてたときに、要するにいつも言うのが、例えば飯舘村がね、やってくれって言ってるんだみたいな話なんですよ。要するに地域からの要望もあってこういう実証事業をやってると。で、飯舘村の場合は要するになんか埋め戻しをすることによって土地の価値も上がって、でそこでまた農業ができるね、便利にするので地域もそれを要望してるみたいな話をしてるんですが、例えば日本松だとか、その市長とか市長はやるっていうのはこうある意味何かメリットを感じてやろうとしているんですか。その辺の意思決定がどんなのかなと思っていまして。鈴木です。調べる限り、そういうメリットはないと思うんですよね。ただ市長が当時前の市長ですけども、どうも言っていること、それからその圧線に入った県議員っていう方がいるんですけど、その方が言われているのは、いつまでも仮置き場と言われるところにプレコンバッグがあるのは住民にとっても良くないから、早くあそこを原用化したり少なくしたい、これだけなんです。原用化そのものは否定しないけども、何もね、その場で原用化する必要はないわけでしょ。例えば中間貯蔵施設のところでやってもいいわけだし、ということなんですよね。なので、だけどもその言葉できっとその裏には環境省とか言ってるんだと思うんですけど、それに乗せられてるんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。はい、飯舘村の状況について糸永先生に。リーストラをやっています糸永ですけども、今のちょっと状況ですね、私長瀞の前の区長と知り合いなので、今回の件も彼に資料を見せてもらってやろうとしてるんですが、単純に言うとですね、除染を人質にされてるんですね。
で、これこれをしないと除染はしてあげませんと、家の周りも。で、村民はおそらく戻るつもりの人はほとんどいないですよ。でもやはり他の周りの地区が除染はして、それなりに地域居住的なこともしていると。で、そうすると家の周りぐらいは除染してほしいねと。そうすると今度は環境省と村の菅野典夫村長のグループは、いやそれはこれしなきゃ、環境省はやってくれないでしょうと、っていう中で多分こう、まあ、今言ったようなことですね。で、実際にその後の農地を彼らがやるかというと、それは多分やらないですと僕は思っています。そうすると今度村としては復興組合とか、あるいは今あるマデーナなんとかっていうのがやりますという計画書には書いてあるわけですよ。それでですから、当面あと一番心配なのがですね、川があってこう農地低いんですよね。で、こっち側の道路があって道路レベルに合わせてるんですよ。そうすると使いやすい農地になるって説明するんだけど、いや川側のところはどうやって防御するのと、要はね、だそこに相当強固な堰堤を作らなきゃいけないわけですよ。そんなことが木曽川の上流部のところで延々とできるかっていうと、でその管理も50年100年できるかっていうと、非常に不安な状況は間違いないですね。で、まあ、ぜひ一応僕らもまだまだ力不足なんだけど、そういう、こう長泥の人たちの苦渋とね、で選択をしてしまったあたりの問題を含めて、まあ、どれだけできるか分かりませんけど、やっぱ現場で論議をするみたいなことを本当にしないと、ゆくゆくやっぱ長門の人たちが変な村民にね、あるいは全国民から見られちゃうのもちょっと残念だなと思うし、やっぱそこの苦渋っていうのをやっぱ国民としては共有する努力をですね、やっぱしなきゃいけないのかなと。それからあと、僕はずっと除染の後の農地も調べてますけど、もう全然問題にならないくらい汚染されてます。2000とか3000は除染済みの農地で、そこで野菜を作ってます。それが現状です。で、もっとひどいのは伊達の方でですね、伊達の小国地域のところは除染してないんだけど、そこは2000、3000ベクレルで普通にもう農業やってるんですよね。で、移行率は確かに低いんですよ。だからその 国の100とか県外と20ということから比べると少ないけども、でも100ベクレル以上でやらなきゃいけないって、その不条理はもっと広い範囲でやってる、あるいは起きている不条理で、これをもっともっとやっぱり追求せないといかんのかなと。ですから国や環境省はマイクロシーベルトで話をするけども、やっぱこれと同じようにベクレルの話をしっかりとしていかなきゃいけないですよね、はい、と思います。ということで、環境省がもういらっしゃっているので中に入っていただきまして、じゃあ、後半の、環境省交渉、はい、署名がですね、除染土の、再利用方針に反対しますということで、実は2年前から集め始めています。で、今まで実は3回にわたって、提出させていただいたんですが、前回まで 27,246 筆、今回は 15,374 筆ということで、累計が 42,620 筆になります。で、ちょっと2年前書いたものなので、ちょっと若干若干2年前のものなので、アップデートした要請書も、提出させていただきます。趣旨としては変わっていないです。環境省は、除染土に関して8000ベクレル以下のものを公共事業や農地造成で、再利用できる方針を決定しました。すでに、南相馬市で実証実験を行い、飯舘村長泥地区では農地造成の二本松市では道路の構造材への、利用についての実証実験が予定されています。また、栃木県那須町では除染土の埋め立ての実証事業も行おうとしています。で、原子炉等規制法に基づく規則においては、再利用の基準は100ベクレルパーキログラムとなっています。8000ベクレルパーキログラムはこの80倍となります。作業員や周辺住民などの追加被曝量は年1ミリシーベルト以下に抑えられるとしていますが、すでに生活の中で受けているものを考慮した累積被曝量については評価されていません。遮蔽及び飛散流出の防止ということをおっしゃっていますが、それは絵に描いた文字です。
上方の処分場でさえ周辺や地下水の汚染は避けられないのに、ましてや通常の公共事業や農地の基盤に使うということでは汚染を防ぐことはできません。構造物の寿命についても考慮されていません。降雨、浸食、災害などによる環境中への大量放出も懸念されています。で、何よりも今日は二本松の皆さんとか那須町の方がいらっしゃっていますが、やはり、住民の意見が反映されていない、住民不在で進められているというのが、私たちは大変懸念しています。ということで、要請事項としては、この放射性物質を含んだ除染土を公共事業や農地で再利用する方針の撤回を求めますというのが1項目で、2項目は除染の在り方や除染土の処分の在り方、実証実験に関しては 福島県内外の各地の幅広い人たちの参加をもとに、公聴会などを行ってくださいということで、要請書と署名を提出させていただきます。じゃあお話しください。はい、ちょっと大量なので、はい、はい、はい、どうぞ。ぜひ拍手で一回するようによろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、発言されるときには自己紹介をして発言してください。ちょっと自己紹介です。はい、私、環境省の環境再生資源循環局の山田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。除去土壌の再生利用を担当しております。よろしくお願いします。山田と野本で働いております木地元と申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではですね、質問書に沿って、まずは二本松における除染土を、道路の、路障材として使う実証実験について、現在までに開設した公開の説明会の日時、場所、配布資料はすでにいただいていますが、また今後開催予定の説明会について教えてください。ご質問いただきました一つ目でございます。今回二本松市での除去土壌の実証事業に関連いたしまして、開催した説明会ということでございますけれども、いただいた質問の中でですね、公開の説明会と入っていただいておるんですけども、なかなか我々一応ご案内としては地区の皆様にご案内をしていたということでございますけれども、実際には現場に今マスコミの方も含めて外の方もいらっしゃっておりましたので、これまで4月26日とそれから5月17日に開催いたしました説明会の資料、それを事前にお渡ししてございます。で、それで今後の開催予定ということでございますけども、今現在、いろいろその説明会でもそうでございますし、また後ほどもございますけども、要請書をいただいておりますので、それを受けまして、今後どうするかについて、市ともご相談をしながら対応協議をしているところでございますので、それをもう踏まえまして、説明会必要であれば実施をしていくというふうにしたいと思っております。ということは説明会を実施しないかもしれないということでしょうか。それも含めて検討してまいりたいと思っています。するかしないかもまだどちらとも決めてないという。ちょっと交代してんじゃないですか。そうですね、はい、この前のね、二本松から来ていますけれども、この前の、山田さんのいわゆる島事務所での、回答だと、どう返していって つまりこれまでいろんな質問も来ているので、どうそれを返していくのか今考えていますということですよね。だから今やったら必要があればって言ってるわけでしょ。必要があるっていうことは認めてきたわけでしょ説明しなきゃいけないっていうふうに。そうです、ね、なのでそういう答えになっちゃったら、必要な、さっき言ってたように必要であればっていうことであれば全然違いますよ、私たちに説明してきたのと。それから何回も言うけど、質問に対してちゃんと文書で出してるんだから出してくださいよ。で、私たち先週の金曜日市長さんとお会いしました。前の市長さんじゃなくて今度の市長さんね。で、いろいろ懇談をしましたけども、
やっぱりね、11月13日に町議でね、環境省の方に答えを出したっていうところまで私たちも分かりましたけども、町議を経ているという前市長さんのね、町議を経ていたってこと、それから私たちも環境省と市の方で協議をしながらこの間やってきたっていうことも徐々に分かってきてますけども、でもね、さっきあったように市民全体の説明会っていうのは、私たちは知ったからで行ったんですよ。4月26日やるっていうのね。で、あそこに普通の人も参加していいですかって聞いたら、それはいいですよっていうから行ったんですよ、ね、でもあれ知らなかったら誰も行かないっていうことでしょ。そうじゃなくて、市民にきちんと明らかにして何日にやりますよっていうことをやって、それでオープンにやってもらわないと。でもこの前の失礼な話だけど、5月21日もマスコミ入れる入れないで、あんな入り口でね、やりたくないわけですよ。で、 NHK の記者さんが言ってたでしょ、何もオープンでいいでしょって。だからそういうこそこそやらないで、きちんとやってくださいよ。これからも必要があれば、じゃなくて必要なんです。今必要とされてるから市長も今苦しんでるわけですよ。どうしたらいいのかっていうこと、そこも含めて担当者じゃなくてね、きちんと話し合ってくださいよ。いつもお世話になっております。ありがとうございます。いただいたご意見、当然ながら省内でも共有しておりまして、その対応について、今検討しているということでございます。必要な指定というのは当然そういうお声があるというのも含めて、我々認識を共有しておりますので、いずれにしてもどういうふうにしてお返しするのかということについてはまた追って皆さん、5月の17日のですね、地元の原瀬を対象にしたところでもですね、我々裁縫、このままっていうのはなしよというのは住民の皆様からもいただいておりますので、そこは何かどういう形にせよちゃんとお返ししないといけない、それは思っております。はい、2番、そこで出された意見はどのようなものであったのかという質問です。はい、2つ目にいただきましたそのご意見の内容でございますけども、一番端的に、分かるのはですね、皆様に、お配りを一つ目で、お配りをした説明会の資料のうちの5月17日付の資料にですね、私 QA がついているかと思います。後ろの方です。後ろの方に Q&A っていうのが、4月の、26日に開催した際に、ご質問いただきましたので、その次の説明会、5月の17日の説明会の際にですね、それに対して、なるべく、お答え、我々としての考えをお示しできればということで、5月の17日の説明会でお示しをしたものでございます。で、そちら見ていただければと思いますけども、そこで出てきたお話といたしましては、ご質問といたしましては、再生利用、それが30年以内に県外最終処分、それとまた違う関するものなんではないかというようなお話でありますとか、実質的な最終処分になっているのではないかと、それから、二本松市にで実施をするに至った経緯ですね、そういったことを明らかにせよという話であるとか、それから、一番強くいただいたのが風評被害、環境、それから作物への風評被害、こういったところの懸念、これと、それから対応について、ご質問いただいたというのが、主なご意見、ご質問だったと思っております。今ね、その風評被害というのがあったけども、もうご承知の通り、なんか前のお話ししたようにね、例の酪農家の例のなんだっけ餌の関係で、JA 団体の方も、今月6月議会があるそうですけども、市のね、その前に対応を市の方にも出したいというような意向があるということで、すでに、それを買わないということが、出てて、で、概算ですけど もうおよそ3000万円の実害がもう予想されているということなんですね。で、風評じゃないんですよ、もう皆さん福島の今の農家も含めてなんですけど、風評不評というんだけども、もう実害になってるわけです、売れないということは、ね、だからそこも含めて市の方も今対応したいというふうに話があったけども、やっぱりそういうことを生むこと自体がこの事業につながるわけだから、やっぱりそれはやっぱり踏まえてほしいなというふうに。最
先ほどのこの WBS の話、プロットの話ですけども、まあ、その話も私聞いておりまして、で当然まだ事業が実証事業が始まってない段階でこういうのが出たというのは大変我々としても、まあ、残念というかですね、まだ何も実施しておりませんので、この段階でこういう問題が出たというのは大変我々も多く受け止めております。で、まあ、そういうのも含めて我々の今検討の際のですね、材料にしておりますので、改めてそれを踏まえて、先ほど申し上げましたけども検討していきたいと思います。はい、説明会以外にもですね、市民や団体から何か要請とか意見とか出されていますでしょうか。はい、要請をいただいております。まあ、2月に最初に2月20日でしたか、要請いただいておりまして、まあ、それ以降も何度か言っていただいておりますし、先ほども水産の方からありました通り、証明の方もいただいておるという状況でございます。で、当然それも我々として検討するための材料というふうに考えております。はい、この環境省が環境省から出された資料もね、横書きの方ですけど、これは省内で共有されているとおっしゃいましたが、事実ですか？きちんと共有されていますか？横書きの、はい、されている、はい、日本松の5月17日の日本松の説明会で配布されたものですよね。これね、例えばね、これもちょっと重大なことだけども、那須町で壊られたね、このお宅の支援環境循環局、運動家の3時間以上で配ったこの中にはですね、まあ、これ当たり前といえば当たり前だけども、ね、年間追加被曝1ミリシーベルト、ね、これ書いてあるんです、那須町の方に。ところがね、ここ見るとね、驚くべきことが書いてある。一般講習の6ページね、あ、6ページじゃない。Q&A の4、6。これね、一般講習の追加被曝線量を年間 0.01 ミリシーベルトを超えないレベルとすると書いてありますよ。これは本当にこれ省内で共有してるんですか？ご説明いたします。4ページを見ていただければと思いますけども、4ページ、まあ、これ今回の再生利用も年間追加線量1ミリシーベルトに抑えるということで我々その濃度のを計算しております。それからその完成した後にですね、その後に例えば施設の上を、まあ、今回道路とか、それから防潮堤とか海外防災林、こういったものを、まあ、用途として検討しているわけでございますけれども、まあ、その上を通られる方、それから近くに住まわれる方、これ完成後ですね、なるべくその被曝線量を下げた方がよかろうという観点から、まあ、そこは幅度の厚さを厚くすることによって、可能な限り、まあ、下げることができるということですので、完成後は 0.01 ミリシーベルトになるようになるべく下げるという観点からしてるわけ、さらに上乗せをしているということでございます。基本は1ミリシーベルトで考えております。すいません、参議院議員の福島みずほですが、ちょっと2点、除染土の再利用ってそもそも間違ってないですか？間違ってるでしょう。除染土って利用できるものではないから、その署名を持ってですね、これもう再検討してほしいっていうのと、実証実験っていうけれど命に関することで、人間ってモルモットじゃないんだから、あ、モルモットもかわいそうですが、まあ、人間はモルモットではないんだ、あ、モルモットって言っていけないですね、命に関することだから実験しちゃダメでしょ。だってこれ実験って言ってるけれど、実験して失敗したらもうやめるんですか？もうそれ遅いでしょ。これね、実証実験って言ってることじゃ嘘で、本当の事業っていうとみんな嫌がるから実証実験って言ってるだけで、騙してるだけで、こんなことやっちゃダメでしょ。除染土の再利用絶対にしちゃダメですよ。どうですか？
除染土壌の再生利用につきましてはですね、まあ、今福島県内で、まあ、除染をした土壌が大量に発生しているというその状況がございまして、中間貯蔵施設、我々整備をしております。こちらも全力で整備をしているところでございますけども、まあ、そちらの方に一旦中間的に貯蔵する、これは30年で県外最終処分するという約束をしているわけですけども、これをなかなかこのまま持っていくというのは難しいというところは我々も認識をしておりまして、その最終処分の量をなるべく下げるという観点で原油化再生利用、これを検討しているという状況です。それが間違っていて、いくら中間貯蔵施設が多くなろうが、それは原発事故、原発作って原発事故が起きたからであって再利用しちゃダメでしょう。減らすために除染と再利用したら放射性物質の拡散になるじゃないですか。間違ってるでしょう。我々すべての除染土壌、除去土壌、これは再生利用するということではございませんで、濃度を下げて、それから、まあ、駆動して管理をしながら、利用できるものであれば利用しようというふうに考えています。だからその利用しちゃいけないでしょっていうところなんですよ。でもすみません、あんまり私が長く喋ってるだけなんで、でもとりあえず最後まで言っていいですか。はい、お願いします。いきなり本質に迫られてしまいます。そういうふうに環境省としてはこの白紙撤回するつもりはないということですね。そうすると弁護士、はい、市民団体の方からは、まあ、白紙撤回も含めて、まあ、ご要望いただいております。それは認識をしてございます。で、まあ、4番 の、 ご質問と関連するかと思いますけども、まあ、そういったご意見も含めて現時点では我々は何か事業としては今まだ、まあ、何も手をつけてないという状況でございますけれども、まあ、それを検討いたしまして、まあ、どうするかというのを今検討しているという状況でございます。はい、実証実験の詳細についての資料をお渡しいただきたいというふうに、はい、まあ、詳細につきましては一、まあ、番で、説明会の資料というのもあるかと思いますけれども、別に3月の末に実施いたしました検討会の資料、そちらを事前にお配りしてございます。ちょっと あまり詳細じゃないなと思ったので、まあいいです。また、6番、使用する除染土について、これはどこからのものなのかですか、使用量とか、土質とか含まれる放射性物質の、量とか詳細について ご教示いただきたい。こちら今回利用いたします、利用しようと計画しております除去土壌につきましては、この今回実証事業を実施しようと思っている地区、原瀬佐伯地区というところで発生した土壌でございます。で、使用量としましましては資料にも出ているかと思いますが、約500袋で、土質につきましては実際ちょっと中身を開けてみて、それを調べてみる必要があるかと思いますけども、これについては、まあ、そういう意味でいうとまだ詳細は分かってない、実際開けていないと分からないというところもあるかと思います。で、含まれる放射物質の量、こちらにつきましても濃度はですね、実際は測って、除染時には測ってございませんので、放射物質の濃度というのは、まあ、分からない、実際開けてみて測定する必要があるかと思っておりますけども、事前にいくつか外からですね、線量で推計をしたところによりますと、およそ1000ベクレル程度と、1000ベクレルパーキログラム程度というふうに考えております。これ開けてみてから測るっていうことですか。今回の実証の中ではですね、資材課のところで、最終的に、濃度で選別をするという工程を考えておりますので、そこで最終的な濃度としては利用する濃度ですね、それが決まってくるかと思います。はい、ちょっと最後まで行ってからまた戻りたいと思います。道路の耐用年数は何年と考えていますでしょうか。道路の耐用年数ということ自体でですね、我々今回の事業を考えておりませんで、必要な補修が必要になれば補修をするということ前提で考えております。ただし例えば道路公団がネクスコになったときに、その資産価値の資産を道路公団が受け取るにあたって、ネクスコを受け取るにあたって、資産価値の算定の際にはですね、70年とか、そういったことでやられておったようではございますけれども、実際はそれも土構造物ということであれば、
非常に長期間耐えるという前提で設定を、資産の計上の観点から設定されたものというふうに考えております。で、我々といたしましては、仮に道路として利用された場合には必要に、その70年間何もしないというわけではなくて、きちんとメンテナンスをしながら利用される、そういう前提を考えております。これ道路に関しては国道認定するんですか？道路、今回二本松市でのこの実証事業につきましては、国道という形にするわけではなくて、あくまで市の道路、市道としてというふうに想定しています。運休管理の市じゃん、国が責任持てないじゃん。そこの部分、環境省道路ですね、市の道路として、で追加的に必要となるような管理が出てまいりますれば、我々の方で追加的にする、またはその部分について、市に委託をするなり、そういった追加的な管理を考えてございます。これ、対応年数、いずれはそのなんというか、対応年数を超えるわけなんですが、その後どうするとか、そういう議論はされていないでしょうか？耐用年数を超え、先ほど申し上げた耐用年数を超えた瞬間に何か崩れるというようなものでもないと思います。その前にメンテナンスも管理をしながらということで、監視をしながら、保証しながら使われるものだというふうに認識をしております。はい、8番、作業員及び周辺住民についてすでに、環境中から受けている被爆の積算した累積被爆量はどのように評価していますでしょうか？8番目に対してご質問ですけども、これは当然、再生利用される場所場所によって変わってくるものかと思っております。で、我々としてはこの今回の再生利用にから直接被爆する量、これをですね、追加で被爆線量として1ミリシーベルトを超えないようにするという考えのもとで設定をしてございまして、そういう意味で言いますと、それぞれの環境のバックグラウンド、そういったものについては今回は考慮してないということになります。そのさっきの、質問に戻りますけれども、掘ってみないと何ベクレルのものか分かってないって、そんなので実証実験になるんですか？シミュレーションしてるでしょ、駆動したら何ミリシーベルトになるかっていう、その前提があるのに、その前提をややこしい計算してる上でね、実証実験しますって言って掘り出してみないと何ベクレルのものか分かんないって言ったら、実証実験でも何でもないじゃないですか。すいません、説明が不足しておりました。6番目のご質問に関連する部分かと思いますけども、6番目で先ほどお答えしたのは、除染をされた、土壌として今保管場で保管、仮置き場で保管されている土壌の濃度がいくらかというお尋ねかと私理解をいたしまして、それにつきましては、いくつか抽出で測ったところ、およそ1000ベクレル程度だったということでございます。で、実証事業で、検討する際にどういった数値を設定しているかということにつきましては、基本的考え方というのを我々の方で、平成28年の6月に策定をしてございまして、その中で追加被爆線量を1ミリ以下にできるように、作業員の方、それから周辺の方、そういった方々を、それぞれ、シナリオを設定いたしまして、道路の場合であれば、1年間作業員の方が作業するのであれば6000ベクレルパーキログラム以下であれば、作業員の方の被爆線量が、1ミリシーベルト以下に抑えられる、そういう。だからその6000ベクレルでやらなきゃ実証実験にならないでしょって言って、1000ベクレルでやったってさ、それで低かったから実証実験で被爆量少なく済みましたって、証明にも何もならない。評価する際には、1ベクレルパーキログラムあたり何ミリシーベルトパーイヤー浴びるかという原単位を算定いたしますので、6000ベクレル使って、そのままやるというよりかは、実際使ったものをが何ベクレルだって、空間線量にどれだけ影響を与えていたか、それを測定をいたしまして、それからベクレルパーキログラムパーミリ、ミリシーベルトパーイヤーという、そういう換算ケース、これを求めて。それはあくまでも計算で、実証実験というのは実際に調べてみる話でしょ。だからそれはさっき言ったように、そもそもの話に戻っちゃうわけですよ。実際にね、人が住むような環境中でそんなことやっていいのかって、そういう話なんですよ。全然おかしいじゃないですか。
シミュレーションで計算して6000ベクレルまで大丈夫だって言ってて、実際実践用実験でやるのは1000ベクレルだと。でそれで元に戻って計算してこうだって言ったら、シミュレーションと何も変わらないじゃないですか。シミュレーションでやってまいりますのは、利用する熟土壌の濃度もそうですし、その外部基盤、空間線量ですね、それもどちらも仮定のもとで計算で、土壌の濃度から空間線量の濃度、線量を仮定してシミュレーションを出しているわけですけども、今回はそこをきちんと測定をして、実証試験の確定をして、実証確かめようということ。ちょっとわからないんですが、その、袋から出したものをもう使っちゃうんですか？ちょっと変な質問なんですが、こう例えばこうなんかより分けて使うではなくて、もう即使っちゃうんですか？そうですね、資料をですねちょっと見ていただくと、5月の今お手元にどれがあるか、説明会の資料、5月の説明会の資料がありまして、5ページです。5ページの方を見ていただいて、最初に、仮置き場に500フレアがございまして、それを、持ってくる際に、持ってきた際にですね、表面の線量を測ります。で、ここの時点で線量から濃度を推計して高いものというのは除外です。で袋を開けまして、そこから異物の除去ですね、そういったことをしまして、除染ですので当然木の葉っぱとか根っことか、ブロックとかですね、そういったことがものが入っているというのが、これまでの結果からも分かってございますので、そういったものを取り除くと。でそのあとに濃度の分別をいたしまして、品質の調整をしまして、それで利用する、こういう工程を考えています。高いものって何ベクレル？濃度分別の濃度の線量上限値をいくつにするかということでございますけども、南相馬の場合はですね、事前に空間線表面線量率から濃度を測定したところ、大体2000ベクレル程度だったということでございましたので、その際には濃度の上限を3000ベクレルに設定をして、実証事業の中では利用しております。で今回事前に表面線量からの推計だと1000ベクレル程度ということでございましたけども、それが全てそういうふうになっているかどうか、もう少しやってみないとわからないと思っておりまして、濃度の上限値をいくつにするかっていうのは今現在決まっておりません。実際開けてみて、でこれを前回のように3000ベクレルにするのか、もう少し下げた方がいいのかっていうのは実際の袋の濃度にもよるんですけども、あまりにこの濃度を高く、設定値を高くしすぎると、その機械の実証にもならないということもございますので、1000ベクレルから少し高い2000とか3000とか、そういったところで設定をして、するということを考えております。これ絶対8000超えてちゃいけないんですよね。真ん中に8000以上があったらどうするんですか？この濃度の分別のやり方もいろいろあろうかと思いますけども、我々考えておりますのは、その塊平均として、その中で物量として平均として、濃度の分別をするということでございまして、平均ってなんかアバウトなんですね。どの平均なんですか？一袋の平均なんか、これ今の質問はこの5ページの最後の土壌の性質調節って書いてあるんだけども、これは性質じゃなくて濃度の調整でしょ。一番最後に書いてございます、この品質調整というのは今回露床に使うにあたって、例えば水分量であるとか、そういうその土木資材としての質を調整する、そういう趣旨で。そういう意味、ちょっとすいません、平均について教えてください。何の平均ですか？濃度の平均でございますけども、ここでも南相馬のやり方で申し上げますと、南相馬の場合はNIR シンチレーター の、そのゲートをですね、一定の速度でベルトコンベヤーを通しまして、その重さを測るのと、それからその NIR シンチレーターの結果から濃度を出していたというやり方をしてございます。なんでベクレルそのもので測らない、意味はわかるんだけど、なんでベクレルそのもので測らない、
シンジライターで染料にしたらバックグラウンドの影響いっぱい関係するじゃないですか。土のサンプルを取ってそのまま測ればいいじゃないですか。なんでそんなことやるんですか。いくつかサンプルも取って当然測定して、まあ、それとその結果とそれから今回濃度分別でやった結果、これも照合させながらやってございます。でどうしてもサンプル一部を取って測るというふうになりますと、それはその山全体を測ったというか、そこもまずあくまで一部を測ったのみになりますので、この全量を測ったというのはなかなか言いにくいんではないかと。サンプル増やせばいいじゃないですか。それからその平均って高いのもあるし低いのもあれば、全部混ぜれば平均値は低くなっちゃうじゃないですか。そうね。だから細かくサンプル取って全部調べるべきですよ。命に関わるんだから、そんな手抜きしないでやるというんであれば。細かくというのもなかなか物理的な限界がやはりございますので、我々としてはこの辺の方がより細かくできるんではないか。この作業の中で被爆する人っていうのも出てくるし、フレコンパックをわざわざオープンにするんだったら大気中にも出ちゃうじゃないですか。だったらそんな風にして放射性物質をなんかやるよりも本当にやらない方がいいですよ。やらんって手間暇かけて放射性物質をまき散らすっていうのをやめた方がいいんじゃない。しかもそれで被爆する人も出るでしょう。しかもこれ実証実験って言ってるところが分からなくて、実証じゃなくて実際二本町では最終処分するし、これがうまくいけば全国の道路に使うなんてとんでもないことにもなるかもしれない。しかも平均値っていうのもよく分からないですよ。分母を大きく面積をすれば体積をいくらだってごまかせるじゃないですか。混ぜちゃえば分かんない。海は広いな大きいなじゃないけど、面積広いな大きいなって、あ、ごめんなさい、これ作業する人の被爆や大気中への飛散はどう考えていらっしゃるんですか。実証事業の中ではそれも測定をしてございます。今回この、南相馬の場合もそうですけども、再生資材化の工程につきましてはテントの中で実施をいたしまして、複数の地点で空間線量、それから放射性物質濃度というのを測定をして、また作業員の方に、線量計をつけていただくのは当然ですけども、いろんな部位につけていただいてですね、その差異があるかどうか、そういったことをお聞きしました。そんなのやめたらどうですか。いいですか、鈴木ですけども、今出てるようにね、その原料か原油かっていうか、ね、これで、この二本松の事業は3億5200トンで8万円かかるわけですよ、ね、で公共事業で、ね、中間の仮屋外持ってきました。これから中間貯蔵施設にまた公共事業の運び込みます。で途中でまたこんなね、お金を使うということは公共事業に名を借りた、また公共事業をやるっていう二重三重の公共事業でね、誰も受けちゃうのっていう、そういうことも出てるわけですよ。で私たちは原油化っていうんだったら否定はしてませんけども、原油化そのものはね、でもやるならなんで ここでやるのかっていうことなんです。道路でやるんですかと。 で道路でやろうとしている、全国の道路でもやろうとしているんですか。そうではないでしょうと。中間貯蔵施設に入りきれないって、まだ運び込んでもいないのに、最初からそんなね決めてやるんじゃなくて、中間貯蔵施設に運び、そこで原油化だってありうるんじゃないですかって、もう4月の段階から私たち言ってるじゃないですか。でもそこは全然触れないんですよ。もう再生利用ありき、再生事業ありきで、汚染土壌を再生資源と言ってみたりね、言葉言ってたね、4月26日 の説明会でもね、住民の説明会でも、言葉遊びしないでくださいよと。環境省、新たな言葉使って汚染土壌を再生資源だなんていう言い方はやめてください。あれはね、僕はみんなの声だと思いますよ。それはそういう反省にはなってないってことですね、今のやり取りを聞いてたら。そういう意味で言いますと、今回の実証事業っていうのは今後再生利用を実際実施していくにあたりまして、その安全性を確認をしていくという作業だと思っております。で今回の低いベクレルのものということでございますけども、例えば
今現在大熊町、中間調査センターの大熊町の方ではですね、あの分給の実証事業と分給処理という技術がございまして、まあ、それまたあのノートの、まあ流形とですね、大きなものと小さいもの、まあ、こういったもので濃度が違ってまいりますので、まあそういうその濃度の高いものについて、まあどうやって、きれいに分けることができるのか分けられないのか、まあ、そういう技術の開発、それは大熊町の中の中間調査施設内で、まあ、今後やろうということで今やっておりまして、まあ、大熊町あ中間調査施設の中でですね、も含めて、まあ、そういうそのデータを取っていくということで今やっております。今の感じで、ね、環境省として政策を立案する過程でね、市議会の意見とか、あるいはあの職員自身の能力の問題があるけれども、どういった方々の助言でそういった政策立案をされているんですか。で、例えばね、ご存知かどうかわからないけれども、自然放射性各種を含む廃棄物の放射線防護に関する専門研究会っていう、そういう、団体があるんですね、今。あるんですけれども。はい。環境省のその検討会について、じゃあ、ちょっと説明してください。先ほど、5番目でですね、お渡しをしたの、まあ、二本松市の実証事業の、概要も含まれてございますけども、あの中間貯蔵除去土壌と原油再生量基金基幹戦略検討会という検討会を今実施してございます。であの、まあ、これはのホームページを見ていただくと今あのおそらく長い名前なんでとても覚えていないと思いますので、あのホームページを見ていただければですね、あの環境省の、まあ、この県外最終区に向けた取り組み の検討会をしてございますので、資料もあのその中に掲載をしてございます。はい、中間貯蔵除去土壌等の変容、中風呂再生利用技術開発戦略検討会という、検討会があって、まあ、そこで2年半ぐらい前から27年の7月から、はい、約3年です3年ですか、検討されているということです。最近は1年くらい前に会社に入ったんでしょ。直近開催されたのは今年の、まあ、平成30年の3月29日でございます。それタイトルも含めてそうなんだけど、最初から原油が再利用が前提となった議論を延々とやってきてるじゃないですか。それがおかしいって言ってるんです。あ、すいません、山田さん、すいません、はい、LCM プレス吉本コルベの吉田です。これ私2015年からずっと取材してますけど、山田さんと3年のお付き合いさせていただいたりだと思います。これ当初再生利用が始まった時は、あの非公開だった議事録を情報開示請求して公開した時に、今回の検討は処分の一形態としての再生利用で汚染土壌からの卒業や除外ではないと、もうはっきりと環境省のことをおっしゃっておられますよね。これ山田さんのご発言ですよね、環境省の非公開の議事録で。あ、まあ、あのすみません、どなたか置いておいて、なので、再生利用というより、これ、もともと全国で最終処分をするという計画ですよね、考え方として、環境省として。あの全国で結果的にどうなるかはちょっと分かりませんけども、我々としてこの検討をする前提といたしましては、例えば、帰還困難区域であるとか、まあ、その避難区域、まあ、そういったところに特に限定をする必要もなく、安全に利用できる基準として、考えよう、その地域の区別をせずとも安全に利用できる基準ということで検討してもらいました。2015年はまあ、再生利用の基準としては3000ベクレルパーキロの再生利用から考え方としてスタートになっていましたが、その当時、まあ、今もそうですけど、経産省所管のロキ法ではクリアランスは100ベクレルパーキロ以下しか再生利用できませんので、まあ、その特措法環境省が、まあ、その整合性を取ることとして100ベクレルパーキロに減衰するまで放射性廃棄物として管理をすると、それも情報開示した資料に書いてあったんですが、そうするとその先ほどの、まあ、道路の耐用年数運動関門というところですが、70年を超えても3000ベクレルパーキロの土で150年管理が必要だと当時の資料には書いてありましたが、そうすると再生利用したとしてもその後放射性廃棄物の卒業ではなかったとしたら、
あの最終処分としては管理は必要ですよね。おっしゃる通りでございまして、今回のこの再生利用は特措法の中からその除去土壌として卒業させるという趣旨ではございませんので、再生利用されている最中もこの特措がかかるという前提で、その管理をし続けていくという前提でございます。でその際の管理のやり方っていうのは、当然今並行実証事業の中でもどういう管理項目が必要なのかという検討をしてございまして、先日の検討会でもその手引きという形で、骨子ですけども示したというところでございます。でもう一つございまして、その100ベクレルになる、なるかどうかってそういう議論、150年とか170年とかそういう数字も当時出ておりましたけども、そこについてはですね、議事録も見ていただければと思いますが、環境省の方から170年といったわけではなくて、事務局の方から、例えばそういうふうにするとそうですねという話もあって、あったというのが事実関係でございまして、我々のことは何かまだ今期間を予断しているということはございません。今後検討は必要だと思いますけど。わかりました。で昨年公園の再生利用の自治体で緑地利用、公園の汚染土壌再生利用の話も出てきましたけれども、それはその後どう進めるんですか。基本的考え方にお示しをしてございます。いくつかの用途につきましてですね、その緑地としてお示ししたものもそうですけども、何か特定のプロジェクトがあってお示しをしたという、緑地までですね、いうわけではございませんで、例えば道路だったら、防潮堤だったら、海外防災林だったらということでお示しをしたのみでございます。何か緑地の当てがあったからお示しをしたというわけではございません。一方で、今回皆さんご存知かと思いますが、農地の方につきましては、これは飯舘村さんの方からご要望があって、それに基づいて、検討したというふうに少し違います。ありがとうございます。すいません、長くなって。飯舘村の方は満腹さんがオブザーバーとして環境省に来られておりましたけれど、すいません、これ2015年から取材してますけど、二本松と、南相馬には環境省からオファーがあったということですよね。飯舘村とは違うということですよね。でこれ私過去議事録全部見たんですけど、二本松の名前が検討会で議事録として上がってきたのが、去年の今年の3月ですけど、で、これはオープンな経緯でどのように声をかけたんですか。すみません、4月の26日山田さんがご説明されておられましたけど、環境省が付き合いがある自治体に声をかけたというご回答だったので、ちょっとなんか環境省さん福島県全体と付き合ってるんじゃないかなと思って、なんかちょっとそれがよくわかんなかった。もう一度ご回答を。一番最初の経緯といたしましては、二本松市さんと環境省の方からですね、二本松市さんの方に出向きまして、今除去土壌の再生利用をやっておりますというご説明をして、その際にはまだ南相馬の実証事業が始まる始まらない、まだまだその段階でございましたけども、そういったご説明をする中で、我々としても実証事業を他にも積み重ねられればということを考えておりましたので、その際にじゃあ二本松の方でも検討してみましょうとお答えいただいたので、じゃあちょっとお願いしますという感じです。これトータルどれくらいの自治体数にお声をかけたんですか。トータル、我々の方で、いろんな機会を捕まえて、さまざまな機会を捕まえて実施をしてございますので、特段、レベル感もさまざまでございます。かけた人間のレベル感もそうですし、向こうの検討状況のレベル感もそうでございますので、特段、その何市町村にというのは集計はしてないというか数えてないという状況、いくつかっていうのは数えてございません。はい、59のうち大体どれくらいか、半分なのか、いくつぐらいなのか。そうですね、そういう意味で言うと全くカウントしないのでというのがお答えなんですけども、すいません、ちょっと飯舘村の実証実験についても質問をしたいので、はい、2つあるんですけど、ちょっと、そもそもなんですけど、前も同じ議論させていただいたと思うんですけど、その1ミリシーベルトの限度っていうのは別にそこまで浴びさせてもいいよっていう限度ではないですよね。線量限度は1ミリシーベルトで、
あと最適化と正当化っていう、まあ、最適化正当化線量限度っていう、まあ、ICRP の3原則っていうのがあって、で一つはその作業員についてね、職業人じゃなくて一般講習として扱うっていうことですよね。1ミリシーベルトで、そしたらもう線量の管理もしないし、それから何かね、あの作業に対してどういう人が作業するのかっていう制限も何もしないで普通に作業するっていう状況だと思うんですけども、この最適化ですね、だから合理的に達成しうる限りなるべく下げる努力をしなきゃいけないっていうのはね、あのそれはどういうふうに検討されてるのかっていうのが一つです。それからもう一つはその、正当化っていうのが原則あって、要はそういうあのわざわざこういう被曝をしなきゃいけないような、そもそもね授業をやるんだったらみんなが利益を上げられるようなそういうものでないとダメですよっていうのが、そもそも基本的な正当化、まあ、正当化される授業で、まあなるべく線量は下げなさいと、極力下げなさいと、まあ、合理的に達成する限りはね、まあ、それでその上で線量限度が1ミシベルトというそういう作りになっていると思うんですけども、そもそもこの授業はどうやって正当化、誰によってどうやって正当化されているのかというのがちょっとわからないんですけども、ね、ちょっとその2点についてお伺いします。はい、ありがとうございます。1点目の最適化につきましてですけども、おそらくよくご存じなんであれなんですけど、周辺住民の方については幅度を厚くしてなるべく下げてというところをやっておるのと、作業員についてですけども、実証事業の中でもどういう作業をした方がその線量を、まあ、空間線量を浴びているのかというところを推計できます。で我々それを例えば設備ごとに測定する、そういったこともやっておりまして、どういう工程が一番高くなる可能性がある、そういうところを南相馬の事業の中でも抑えさせていただいております。で今回この今年度中にですね、手引きを策定するという形で前回の検討会でも骨子をお示しをしてございますけれども、まあ、そういう骨子をお示しをした手引きを、まあ、適宜見直すことによりまして、こういう作業の際には線量が高くなる可能性がある、そういったことを実証事業の中から抽出いたしまして、まあ、この手引きについても適宜見直しをしていく、最適化の作業をしていくという前提でございますけれども、そういうことによりまして、例えばその作業員の配置を工夫していただく、まあ、そういったことも考えられるんではないかなというふうに思っております。で、あともう一ついただいた正当化についてでございますけれども、正当化につきましても、まあ、厳密にきちんとその原則に沿っているかどうかっていうところは、まあ、評価を受ける我々立場かなと思います。しかしながら、まあ、この再生利用の意義というところにまあ結びついてくるのかなと思っておりますけれども、我々としては中間貯蔵施設に、まあ、一旦中間貯蔵したもの、まあ、これを30年に県外に最終処分をするというふうに考えておりますので、まあ、その福島、それからまあその地域の復興に資するという観点から正当化できるのではないかというふうに考えております。地域の人は増えていって、その旗の過程にね、どうして地域の住民の例えば移行とかね、あるいはそういうものというのは反映されないですか。当然この再生利用する際にもですね、きちんと事前に地元の方にご説明をしてやっていくということが必要だと思っております。で、まあ、今回もこれが正当かどうかっていう判断ですよ、この授業が。白紙撤回の要請が出されているわけじゃないですか、はい、で説明会でも反対ばっかりだったというような報道を見ているんですけど、聞いていないじゃないですか。二本松市さんで、まあ検討しております実証事業について、我々としては、この過程についてはいろいろご意見もいただいておるので、まあ、これが 100% 正しいと、まあ、言うつもりもないんですけども、一応地元の皆様行政区の方にご了解いただいて、議会に説明をしてと、いうふうに手続き進めてきたというつもりでございますけども、その後でまあ周りの周辺の自治体さん行政府の方々にご説明をしていた中で、まあ反対の声であったりとか申し入れいただいた、まあ、そういうことで今事業の着手できていないという状況でございます。
なので、まあ、当然地元の方のご理解がないとできない事業であるというふうに思っておりますので、まあ、その現段階でそこで、まあ、事業着手せずに今人もご相談させていただいていると、まあ、そういった状況でございます。ちょっと正当化の説明になってないと思うんですけど、福島の復興のために地域の人の被爆が増えていいんですか、そういう正当化ができるんですか、そういう説明なんですかね。まあ、地域の方っていうのはどちらの地域かという方にもよるんですけども、まあ、我々のこととしては中間貯蔵施設県外30年で最終処分をするということを前提に、まあ、そのためそれをまあ実現をしていくという中で、最終処分をなるべく減らせないだろうか、まあ、それで再生利用することによって、まあ、それを実現していく、いうことをもって、まあ、再生利用もその県外最終処分に資するということから、正当化できないだろうかというふうに考えています。正当化できないと思いますけどね。ちょっと正当化とも関係するけど、今衆議院解散でやってるわけだから根拠法は何なの？今回再生利用につきましては今まあ現在実証事業の段階ではございますけども、除染特措法の方の、処分の基準、まあ、これは今後再生除染特措法とは関係ないって言ってましたじゃん。除染特措法には再利用は書いてないでしょ。今そういうのがございませんので、まあ、それをこの実証事業の中で確認をできれば、将来的には、基準として特措法を改正するということですか。特措法の改正なりを考えていくと、まあ、必要な部分を改正して、逆に言うと、除染土壌再利用禁止法という法律を母さんが頑張って作ってもらったら明確なんで、単純に言えばそもそも禁止しましょう。だ環境省は役人さんだから法律に基づいてやろうとしてるけど、でもそれがもともと作った特措法自体が非常に怪しい状況の中で、そのグレーのところをですね、埋めるようなことを実証でやるってこと自体、それでかつ100年間も国の金を使ってその管理しますってことを言っちゃっていいんですか。それは行政のやりすぎじゃない。もっと立法にちゃんとやらなきゃいけないんじゃない。まあ、現在除染土壌のですね、除去土壌の、まあ、処分の基準というのは特措法の中で、定められておりますので、まあ、その基準の中身を、まあ、現在実証事業を通じて検討している、そういう状況でございます。除染の話じゃないです。それ違うでしょ。なんかその特措法の目的と違うんじゃないかと思いますけど、特措法は自己由来放射性物質による環境の汚染が人の健康または生活に及ぼす影響を速やかに低減することっていうことが書いてあって、なん除染運動を減らすことっていうのを付け加えるってことですか。なんかリサイクル法でやろうとしてる。そこの41条にですね、除去土壌の処分の基準がございます。その41条ですね、その中の処分の中身、処理の基準が決まっておりまして、処理の中にも輸送でありますとか保管でありますとか処分の基準、まあ、そういうものを決めましょうというふうな条文になっておるわけですけども、まあ、その中身、じゃあ具体的にどういうやり方をするのかっていうのが今現在決まっておらない状況でございますので、まあ、実証事業の中で、まあ、再生利用もその一つとして、検討できないだろうかというふうに考えています。再生利用ないんですよ。ない。現行はないんですよ。現行不足がないから、いや、それで逆にやる方だけやって作ろうというわけです。現行ではないってことですよね。今現状ございませんので、ここで確認をしていこうということでしょ。現行の確認は分かりたくないんだ。施工するとか。あれやる方だよ。できないだけで。後から作ればいいじゃん。そうがないじゃん。あんた方が加ったこの関する、まあ、なすまじでの方も、それに書いてありますよ、これ。そういう説明もありましたよ。収集運搬、保管。これは成功不足がありますけど、処分についてはありませんと。だから、那須町でやって、清流を作るんだって言いましたよ。あなたの上司かどうか知らないけど、吉田さん。そういうことがあって、いいもんですかって今問題になってる。法律に乗っ取らないで、ことが、すいません。これ、実証実験だけれども、法律に乗っ取らないで、やることができないんじゃないですか。事業そのものが罰でしょ。まあ、その基準を検討するためにこれをやっていく。いや違う、そうじゃなくて再利用に関しての除染土に、汚染土に対する法律、再利用の根拠条文がなかったらできないでしょ。だって行政なんですから。
法にのっとってやるしかないじゃないですか。特措法の、除染特措法のですね、処理の一環として、再生量ができないだろうか、そういう検討を今している、ただし法律にないから、じゃ逆にね、今環境省としては法律を作らないとできないという理解でよろしいですか。今現在法律に書かれておりますのは、処理の中に処分が書かれておりまして、その処分の具体的な内容が決まってないということでございますので、これを我々として再生利用を本格的にするにあたっては、そういうところが基準がなければ本格的にはできないと。できない。そしたら法律を変えなければ、法律を作らなければできないっていう今日の答弁ですよね。とすると、そもそも実証実験なんてやっちゃダメなんじゃないですか。法律の中に処理というのがありますので、処理の一環として。でもこれ処理って言えます？除染土の再利用が処理って言えないですよ。資源化するし、新たなことをやるわけじゃないですか。資源化だから。いや、今ちょっとごめんなさい、ね、さっき法律を改正しなきゃできないっておっしゃいましたよね。法律を改正する必要があるかどうかっていうのは、その規定される中身に当然でも行政として厳密に考えたら再利用なわけだし、新たなことだし、これはやっぱりどういうふうにこれを管理するか、放射性物質という問題もあるので、法律改正しないとできないんですよね。何でもかんでも処理とは言えないじゃないですか。その内容が、我々やろうと思っている内容が法律の改正事項に該当するのであれば、当然そうなると思います。今そのどういう中身で利用しているのかっていうところを検討してございますので、それが法律に改正の必要があるかないかっていうところは、まだ法制度的な技術的な検討が必要だと。いや、逆じゃない。法律の改正が必要だ。法律の改正をする過程の中でどうするかってやる必要で、今日法律の改正必要ないって言えないわけだから、やっちゃダメでしょ。今まで使った税金どうするだからこれ全然矛盾してるわけだよね。法令がないものをやろうとしているわけでしょ。これやって法令を作りますというわけだって。じゃあそれは何に基づいてやってるんですかっていうことになるわけでしょ。例えばその処分についてね、書いてあります。でその厳密なその中身について特措法がね、どういう解釈されてるんですか。今現在処理の基準というものがないというのは実際事実でございまして、それの検討をしていくために今実証事業をしている。これはご説明したところですが、現時点で今だから実証事業をやろうとしている。じゃあそれは何に基づいているんですか。実証事業をしようと思ってますのは、実証事業を実施していますのは、除染特措法の中にですね、51条だったかと思いますけども、技術の開発というところがございまして、国の責務として、これにこの法律に関係する技術の開発をしていくというところが規定されてございますので、その中で、こういう実証の中で、その技術も含めて検討していく。福島県民を実証するわけですか。法律がないけれども、馬鹿にしないでください。福島県民を、福島県民を再利用するんですか。法律もないのに。これから作ります。でも福島の人たち、実証に協力してください。実験になってください。今それあなた認めることですよ。どうなんですか。実証事業の中ではですね、当然安全に配慮しながら、そういう問題じゃなくて、いろいろモニタリングの数を増やしたりありますとか、それから設備的にもやってますので、安全とか技術のもんじゃないんですよ。人間として倫理として福島県民をそういう形でね、実験に使うんですかって言ってるんです。人間として判断してください。技術とか安全とか、そういう依然の問題でしょう。きちんと安全性には配慮した上で我々できているのかなというふうに思っております。ちょっと私頭がこんらがっているんですが、この除染特措法を読む限り、ちょっと違うんじゃないかと。なんかさっきも言ったように、実行由来放射性物質による環境の汚染が人の健康または生活環境に及ぼす
影響を低減するためのさっきの技術開発もその技術開発って書いてあるんですよ。だからなんかちょっと、違うんじゃないかって気がしました。そしてやっぱりその国会での審議をしていただきたいなと思っています。省令でどんどん進められてしまった日にはなんかちょっとなっていう。しかも今おっしゃったように地元の皆さんが強く反対していらっしゃる中、強引にそのしかも実証事業ってだってずっとそこにあるわけですよね。実証事業が終わったらこうはい終わりってこうきれいにするわけじゃないわけじゃないですか。でなんかかなり長期にわたってそこに70年以上あるわけで、やっぱりそれはちょっといくらなんでもおかしいと思いますので、ぜひ白紙撤回をお願いいたします。行政の権限を超えてることやってるんですよね、うん、つまり施工規則は何でもやろうとしてるわけだから、でやっちゃってから施工規則を作りましょう、そんな逆転した行政はないんじゃない、うん、しかも何箇所も数箇所でやってた、全国に広げようってわけだから、うん、ちゃんとじゃ国会で審議してさ、やってくださいよ、まあ、与党が多いからいいやと思ってたで、ですね、実はその農地への利用というものも検討されているということで、この瓶の飯舘村の実証実験についてちょっとざーっと A とかぶってる部分もあるんですが ご回答いただけますでしょうか。一つ目に書いております公開の説明会ということでございますけども、先ほどは二本松市の方はですね結果的にそういう公開という形で実施させていただいておりますけども、飯舘村さんは去年の11月から、11月それから1月3月、6月ですかね、説明会というか地元の方に説明しております。でそれは行政区の総会というのを、まあ、臨時総会という形で開いていただきまして、その中でご説明をしてきてございまして、まあ、そういう意味で言いますとなかなか公開というのが言いづらいかなと思っておりますので、まあ、今回については11月、1月と3月、それから、まあ、6月の方は環境省の方の、まあ、除染の解体の説明会ということでございまして、これもその除染解体の説明会の時に、まあ、少しこの事業がありますということでご説明をしたということでございましてですね、まあ、なかなか公開という説明会ではなかったという認識でございます。で出された意見はというところでございますけども、すいません、その行政区っていうのは長泥地区、長泥行政区の行政区総会、区民の方、ちなみに何人ぐらいご参加されたんでしょうか。ですね、まあちょっとすみません、ただし正確な数字はあれですけども、100名弱ぐらいは毎回参加されております。もともと75世帯ですので、まあそれ一世帯で数の方もいらっしゃいますし、参加されない方もいらっしゃる、まあ、そういうような状況でございます。で出された意見というものでございますけども、11月に開催した一番最初にご説明した会というのが、まあ、一番のご意見としてはいろいろいただいたかなというふうに思っております。当然その際にはですね、南相馬の実証事業、まだ飯舘村の事業がまだ具体化している前でございますので、飯舘村南相馬市の事業というので、まあ、こういうことが分かってきましたよと、まあ、そういうご説明をしたところ、まあ、どれくらいのベクレルのものを使うのかということでありましたりとか、移行はどうなるんだと、移行、まあ、農作物の移行ですね、まあ、そういったお話、それから、まあ、崩れたりはしないのか、まあ、そういったようなお話が、まあ、安全性に関する部分、まあ、そういったご意見、まあ、ご意見というよりかはご質問でございますけども、まあ、それをいただいたと。で、まあ、それを受けて、区の方として、要望書を取りまとめられたというか結果になってございます。で3番目の市民や団体からどのような要請がされたかという意味で言いますと、先ほど申し上げました通り、まあ、説明会を経まして、
行政区から村の方に対して、この実習環境再生事業という言い方を飯舘村の場合しておりますけども、環境再生事業について賛成をしますと、やってくださいという要請がいただいて、村から環境省に対して、また環境再生事業、これに協力してくださいという要請をいただいたと。でこの具体的な内容につきましてはですね、5番目の質問に関連いたしますけども、資料をお配りをしてございます。どういった要請があったかというところと、4番目に関連いたしますけども、それを受けてまず我々としては実証事業をしてその安全性を確かめましょうという形で、お答えをしてございまして、それも3月の検討会の中でお示しをした、農地として追加をしたところでございますけれども、そこで、検討会を開きまして、実証事業をするにあたって、まずは実証事業をするにあたって、どういった濃度で使い方をしていくのかというところの検討をしたというのがこれまでのところでございます。で今後、長泥地区内で、実証事業を実施をしていくというふうに、考えております。で要望書の中身についてお手元の資料を見ていただければ大体概要は分かろうかなと思いますけども、今回も資源作物とか花です、牡蠣ですね、そういったもので、まずは実施を育てたいのでという形でご要望いただいておりますので、我々としてもそういうものを栽培するという前提で検討をしてきてございます。すみません、ちょっと一通り最後まで、6番目、はい、6番目の使用する除染土ということでございますけども、こちらは長泥地区も含みますけども、飯舘村内の仮置き場に置かれているもの、これを長泥地区内に持ってまいりまして利用するということでございます。量はどうで、で実証事業でどの程度利用するのかというのはまだ最終的には決まってございません。今測量等をして、実際実証事業をする場所の地権者さんとも交渉もしておりますので、そこで、量が決まってくるようかなと思っております。で土質も決まってないというか、その場所が決まって、どこの仮置き場にあるものを使うというのは決まっておりませんので、土質についても今まだ明らかでないという状況で、濃度も含めてそうですけども、飯舘村の場合は農地の除染がかなりの量ございますので、土質としてはそういうものも多いかなというふうには考えております。まだ具体的に実証事業でどこのどういったものを使うというのは決まってございます。で7番目、周辺環境への流出が懸念されるかということでございますけれども、こちらにつきましては3月 の, その検討会の中で、他の用途でも同じようにですね、災害時の被爆評価、追加予定の評価というものを実施をしていくとございますので、その中で評価をしておるということでございます。で周辺環境に流出、例えば川に流れちゃうとかそういう懸念については何か。川に流れるという意味で言いますと、この熟土壌自身がですね、大きく流れていくというようなことは今想定しないけど、そういう施工方法を取るつもりはございませんので、これはあれですか、資材化をする際のことなのか、造成する際のということかと、どちら、造成した後に流れていくということでしょうか。造成をする際にはですね、当然その土が流出してしまいますと、そこが陥没等を起こってしまいますので、土が流出しないようにしながら施工をそれから仕上げていくというのは、普通は擁壁等、擁壁限定を設けて、土が流れていないようにした上で施工していくというやり方になろうかなと思いますので、その流出というのは通常は想定してございません。で8番目、ですけども、これは先ほどと同様のご質問かと思いますけども、今回の事前の追加被爆線量評価につきましては、この利用する再生資材もののみをからの被爆線量、追加被爆線量という形で評価をしてございます。
でそれから9番目の中泥地区の実証試験の結果が検証しないうちにということでございますけども、除染の農地の使用というのを決めたというのは少し飛躍してございまして、先ほど申し上げた通り基本的考え方の中に、農地、園芸作物、資源作物の用途を追加したというのが先週の6月1日ですね、6月1日の基本的考え方の追加でございます。でこの基本的考え方の性格自体が、実証試験をする際の指針ということになってございますので、それに基づいて、実証事業をしてみて、その安全性を確認をしていくというのがまず我々、次の今の状況でございますので、その前提なしに農地への使用を決めたということはございません。いただいたご質問については以上でございます。はい、飯舘村民促進しているものですけれども、いくつか質問をしますと、長門の住民に聞くと、結局他の地区と同じように家の周りを除染してほしい、でもそれのためにはこれに乗らないとできないんじゃないかという認識が強いんだけど、これは環境省としてはどういうふうに見ますか？今回のこの環境再生事業につきましては、復興拠点の計画と、リンクしてというか同時期に、復興拠点の計画の中にもこの環境再生事業というのが位置づけられてということでございます。で環境再生事業が実施をする場所というのはですね、もともと農地、道路とそれから川の間に挟まれていますその道路から低くなっているところ、こちらをかさ上げをして、農地として、利用しやすいようにできないだろうか、そういう発想をいただいて、今ご相談しているところでございますので、直接的にそこがこの事業を入れるのと、どちらかというと今回はこの農地の部分でございますので、家の周りというのとあまりリンクはしてこないのかなと。家の周りの除染という条件になってほしい、地元にとって復興拠点にどこを入れるかというところで、復興拠点のエリアに入れば、でも地元で除染をする。長けとかで要望を聞いて、どちらかと聞いて、相当広いエリアの宅地除染になってるね。はい、まあ、そうですね、復興拠点を超えているような宅地除染が、手伝いとしてはできてるじゃないですか。だから、彼らにしてみれば、家の周りを除染してくれるということの条件がついて、人質に取られたような感じの、この最初、実証実験じゃない。今回の復興拠点の計画の考え方としては、村の方で計画を作られる際に、どれだけの方が戻られるか。っていうところ、それで戻るところについては復興拠点に入れて、除染をして解体をしてっていうふうにやろうと。でその際戻る際の材料といたしまして、当然、単純に家だけがあるというわけではなくて、例えばそこで農業ができるとか、生活の糧があるかどうかというところが、非常に判断の一つとなろうかと思いますけども、今回この環境再生事業を行いまして、そういった農地として適地のところが増えて、でそこで農業として再開できるという見込みもあるのでというのとセットで、ご判断されたことかなと思います。でこれはで環境省としてはそれを立証はしてない。立証と言いますと、だって国のお金使うわけでしょ。あれは村がそうは要望したって、いや実際にそんなに現実戻ってきて農業やるんでしょうかについてのちゃんとした裏付けはある。村の方から行政区の方に意向確認のアンケートをされておりますので、それに基づきまして、中身もそれに基づきまして、復興拠点のエリアが決められたというふうに聞いております。聞いておりますではなくて、だって自称運動に言ってるわけだから、ちゃんとしたエビデンスがなかったら国の税金は使えないでしょう。今この実証事業の範囲というのは、実証事業という名の通り非常にそんな大規模にするというものではなくて、非常に狭い範囲でまずはきちんとそれができるのかどうか、そういう確認をしようという事業でございますので、その時点で今後の地の利用の計画、どういったものを
栽培されるのかといったことも、あの地元とご相談していかないといけないと思っておりますけども、地元の雰囲気でいうと、実証事業をやってもう農地がかさ上げされて使い、まあ、彼らって言えば使いやすくなるんじゃないかというような感じの管理も簡単になるみたいな、 そこまでの全部ストーリー見た上での実証実験に対する合意なんじゃないか。おっしゃる通りだと思います。で、その後地元の方々も当然、まあ、これは苦渋の決断だったというふうにおっしゃっているのも我々聞いたことございますし、そういうお話もいただいておりますので、まあ、そこについては当然これですね、そういう被災住民に苦渋の選択を強いる国ってどういう国なんですか。で、それも我々としてはきちんとそのこういう形で農地をお返しをして、買収して、まあ、なりわいを作っていただければというふうに思っておりまして、で、あとあそこに流れている人川でしょう。人川は何級河川？2級だったの、県管理だったと。ですよね。とにかく県が100年も管理するということを保証するんですね。まあ、河川の改修を我々自身がするわけではございませんので、この河川の手前までの その、まあ、擁壁なのか糊になるか分かりませんけども、そこについては、そこについては、まあ、こちら側の管理ということになろうと思います。こちらは環境省が続けたということで、その根拠法、それは、まあ、今後実証事業で安全性が確認された事業としてなるにあたっては、まあ、そこも手当てをしていかないといけない。何の根拠法があるんですか。今処理の基準としては除染の特措法。いやいや違うんです。公共事業として領域を作って管理するっていうのは特措法には全然書いてないし、それじゃ対応できない。で、法律は法律的根拠がないものを村民にこれこれで約束をして事業化するってこと自体は行政的犯罪じゃない、騙しじゃない。今回そのここに実際使われますのは除去土壌という、まあ、そこ以来の再生資材ということになりますので、まあ、それについてはそれじゃないでしょ。言い立て並んだその地区ないでしょ。そこじゃないでしょ。まあ、除去土壌以来の再生資材ということになりますので、まあ、その再生資材を用いて、まあ、それはまだ特措がかかり続ける管理が必要な施設というふうに考えておりますので、再利用は書いてない。それを今は今検討しているという状況です。いくつか問題があると思っていまして、今糸永先生がお話になったように、その復興拠点としてのその指定をするとかしないとかのバーターとして、つまり除染をしてもらえるかどうかのバーターとして、住民がこの実証実験に対しての賛成をしたっていうんだったら、それは問題だと思うんです。で、環境省さんにそのつもりがあったかなかったか、それは問わずに、もし住民がそう受け取ったんだったとしたら、それは問題だったと思いますし、それからもう一つ、今糸永先生が言ったように、その飯舘村の村内 その除染土壌を長泥地区に持ってきてその実証実験をされるわけですよね。それは何でしょうか。どう表現したらいいのかわからないんですが、とてもなんか汚染されたところにまた汚染土を決して仕分けてまた追加しますから、本当にしてみたら再汚染ですよ、そこら辺はどうなんだろうということなんですが、ちょっととりあえずその2点について。1点目につきましては、当然まあ、我々がこの再生利用をやっておるのが、まあ、これは全てもろ手を挙げて大賛成という事業で、当然私も個人的にも理解をしておりますので、当然地元の方に飯舘村さんの方長泥地区にもですねご理解いただく際には、そういうことも含めて、これがまるっきり全てハッピーというわけではなくて、一部こういうところについてはご理解いただかないと事業としてはというのは当然ご承知の上でということかと思います。それをまあバーターというふうに言ってしまうと、なかなかちょっと我々としてはそうではなくて、将来的に今こういう土地利用が可能性が広がるという中で、それも含めて判断材料としていただいて、その結果ご了解いただいたものというふうに考えております。そうなんですか。じゃあ、その復興拠点、
つまり復興拠点事業としてその農地造成によって何でしょうか、農地造成によってその帰還した時にその、利便性が高まるといいますか、生産性が高まるというようなご説明をされたということですか。いや、そこは復興拠点とあまり、リンクをさせたというよりかは、こういう形で、今後の土地利用の見込みが出てくる、有効利用の土地の集約化を図って、土地の利用可能性が上がってくるということを思って、それであれば戻ろうかっていうところの判断材料になったんだとは思っております。ちょっとそもそもでね、その、法律に処分って書いてあるけれど、処分と再利用は違うと思うんですよ。除染土っていうのの処分という概念と再利用っていうのは新たにリサイクルして使うっていうことなので、法律改正してやれないということは一つ言いたいので、法律改正、私は反対だけれども法律改正すべき事案であるっていうのが1点と、それから私は道路のアスファルトの下に入れるのも大問題と思うけれど、農地利用っていうのはもうありえない。だって安全な食べ物を食べるのになんで除染土を持ってくるんですか。少なくともベクレルが上がっちゃうじゃないですか。だからありえないんですよ。農地利用って聞くと環境省正気ですかって言いたくなるようなことであって、どうして農地利用なんですか。方針の中に入れたっていうことが報道され、さっきもおっしゃったけれど、ありえないでしょ。だってここで食べ物が育つんですよ。資源作物とか花類、そういったものを今想定しています。そういったご要望いただいておりますいやでも花だってそこで働く人も出てくるし、いや農地のところにそう書いてあるけれど、花だろうが何だろうが農地利用しちゃダメでしょ。ついででいいですか。ジャイアントその延々とね、その再利用戦略会議の中では長年にわたって管理できるようにするという前提で、私はそれに賛成してないけれども、公共事業の用地に使うんだっていう制約設けてきたじゃないですか。なんで農地が公共事業と違うじゃないですか。私有地でしょ。何年か経ったら転売されて何か別の目的に使われるかもしれないじゃないですか。当面は花だ、花にしか使わないって言ったって、何年か経ったらね、食べる作物作るかもしれないじゃないですか。私有地でやるんでしょ。全然矛盾してますよ。混ざっていったり飛翔したり飛散したり、それからそこで育つ花が放射性物質でどうなっているか、花粉は飛ぶんですよ。花粉は飛ぶ、遺伝子組み換え商品とかやっててすぐ分かるけど、花粉は飛ぶし、ミツバチはあっち行きこっち行きするんですよ。汚染の拡大じゃないですか。作物作るんでしょ。だからありえないんですよ。それを隔離して飛散しないようにするっていう処分があったとしても、再利用とりわけ農地なんてないんですよ。だってその農地だったら、それ雨が降ったらその、高くなったベクレルの、ものが流れ出すじゃないですか、地中を通って。2つ今ご質問いただいたかと思います。で、1つ目がこの公共事業で使うんじゃない、管理されているところで使うんじゃないかというお話でございますけども、農地っていうのは非常に取引も制限されておりまして、そういうところでございますけども、今回村とご相談の中で、村の方に公社がございます。村の公社がございますので、そこで一括管理する、そういうことを村とご相談をしてございます。でもう一つがいただきました、農地として利用する際の、注意点というか、そういうところでございますけども、当然、一旦造成をきちんとした上で、こちらの造成をした上でというふうに考えておりますので、そこから土が大量流出するような造成のやり方っていうのは、これはもう想定してございません。で、そこに働かれます作業者でありますとか、地下水の移行と、そういったところについては当然検討しないといけない、配慮しないといけないというふうな事項だと思っておりますので、それについては事前の評価、事前の評価をいたしまして、その結果については詳細はちょっと述べませんけども、地下水の移行、それからその上部で働く作業者の方、そういった方々への被曝について
きちんと安全の範囲に収まっているというふうな評価をございますので、まあ、それについて、まあ、実証事業で果たしてそうなっているのかどうか、これを確認しようというのが今回の趣旨でございます。山田さんは長戸を行かれたんですか？あ、行ってもらいます。いや、最近行かれました？最近も行きました。で、周辺はほとんど山ですよね。そうですね。で、かつ南側は浪江の高いエリアのところですよね。周辺山で山は、まあ、除染は不可能だから、そういう中での長期的な農作業なんて想定しにくいでしょ。一生懸命被爆被爆って言ってる間に、長泥地区は他の、まあ、この区域との比較になってしまいますが、かなり、まあ、他に比べても占領は、まあ、落ちてきているのかなと思っておりますので、今後どういう意味ですか？下がってきたなと思いますね。今後は除染等、まあ、当然公共的な計画に基づきまして除染等もしてまいりますので。今どのくらい空間占領があるんですか？すみません、ちょっと今手元に詳細は分かりません。あ、そうですか、はい、はい。まあ、僕この間3月に下がってきたけど、まあ、家の中だとまだ2に近いところってあります。2階は高いし、周辺の山の土は何万ベクレルある状態ですけど、だからその村民の気持ちとか、まあ、村の行政の仕方ない気持ちは分かるけど、国としてもっともっとこう規制というか、手を伸ばしてやるべきことがあるんじゃないの。かつそれが根拠法が危うい中で進めるのは、官僚としてもなんかまずいんじゃないの。そうかね、なんか土地をきれいにする方向でやるなら分かるけれど、なんで除染土の地に入れてやらなくちゃいけないのか分かんないんですよ。除染土じゃなくて汚染土。あ、汚染土、あ、ごめんなさい。あ、そうそう、汚染土。はい。除染の土みたいに汚染土が可愛いな。汚染土は常時で使おうと思うのはちょっと分からないです。汚染土、汚染土。ちょっと分からないです。農地もそうですし、長泥地区というそのすでにもうかなり汚染が高いところで実証実験をやる理由がよくわからないですね。どうぞ。どうぞ。今の区長さんと電話してたんですよ。長泥の区長さん、その昔からちょっと知り合いだったんですけど、全部国が決めてから話が来てしまって、何のことかさっぱりわからないっていうふうに言って、全土を持ってこられて嬉しい住民なんか誰一人いないんですけど、何もしなければ除染をしない、要は手つかずのままそのまま返すと言われていて、やむなくそれを招きいかない状況に含まれているだって話をしてました。除染をせずに返すということはございません。復興拠点の計画が、すみません、私担当では直接担当ではございませんけれども、復興電計画というのを作りまして、それで、そのエリアを決めて、今後を解除していく、エリアを解除していく部分について除染解体をしていく、そういう仕組みになってございますので、その中の一つとして、農地の使い方の一つとして、こういう今回の環境再生事業も位置づけられている。山田さん、ずっと村とお話しされているということをおっしゃっているんですけれど、長野の住民の方とはかなり交渉という形でのお話し合いをされているんですが、村とというと、村長とかなのかなというふうに思っちゃうんですけど。交渉というのはあれですけど、村の方とも役員会もですね、当然先ほど申し上げたような総会がある前には事前に役員会がありますので、その役員会には参加させていただいて、直接区長さんはじめ、役員の方々、それから他にも区の方いらっしゃいますので、その方々とお話しさせていただいております。ちょっともう一回確認ですけど、復興拠点になりますね。で、今回の実証実験はしなくても、ゆくゆくはすぐでないという人もゆくゆくは除染をして線量を下げて帰りたい人も戻ってくださいということは可能なんですか？今現状すでに決まっている拠点計画、それでもいいですし、それの組み替えでもいいんですけど、実証実験で農地に再利用した除染土を
キャンドして、その上にまたキャンドしてみたいな、そういうことをしなくても、家の周りとか多くを除染して線量下がった段階で20年か30年か分かんないけど、その戻っていいですよっていうようなことは環境省の戦略としてはあるんです、長瀬に関して。はい、復興拠点の計画というのはこの、まあ、別にこの環境再生事業が条件になっているわけではございませんので、今すでに4月20日付で総理大臣の認可が取れておりますので、まあ、そこに書いてある項目については、まあ、村から申請いただいて、まあ、国として認可した、そういう位置づけでございます。なのでそのエリアの中は、あ、何らか除染なり解体なりをするということになってございますので、でも地元の人はそれ一緒になってる、当然その復興拠点計画の中に今回の再生事業についても位置づけられておりますので、そこはその拠点計画の中の一部として環境再生事業があるというのには、それはもう、まあ、一緒といえば一緒です。一緒なんですよ。一緒なんですけども、どの別の事業でちゃんと出して、家の方が例えばその農地を持っていらっしゃらなくて、その方については除染しないかというと、別にそういうことを言ってるわけではなくて、その拠点の中のエリアの中にあるものについては除染も解体も希望があればします。そういうような制度になってございます。いや、なんかちょっとやばいですよ。村の人たちはだからね、条件が整ったわけですよね。この環境再生事業っていうか、この除染土による農地造成と復興拠点として整備されるということを、こう今一緒だっておっしゃったから、まさにそういう説明されたのかもしれないんですが、なんかそういう中でのその住民の了承っていうか、住民への説明っていうのはやっぱり拒めないと思いますし、ちょっとまずいんじゃないですか。住民の方々の納得の上でっていうことではないように思いましたけど、今のやり取りを聞いていて、すいません、ちょっとどの程度の、あれかにもよるんですけども、我々としては、まあ、こういう除去土壌を使って由来の、まあ、再生資材を使ってこういうことをすると、まあ、環境再生事業というので実施をすると、まあ、そういうことも含めて、この長泥地区のですね、再生に取り組むということについて、一応中身もご説明をして、一応ご理解いただいたという我々の認識でございます。で、そういうことを踏まえて、それも一部として復興拠点の計画を村で作られてというのも、それとも、まあ、ご理解をされているんだろうなと我々は認識はしています。それですか。民本市の鈴木と言いますけれども、まあ、今日ここに本来であればその長泥の方が二本松の方と同じようにいらしてですね、まあ、本音を語ってくだされば一番良かったんですけど、ただ今の話、伊藤さんの話でもそうですし、その他の話でもそうですけど、本当に合意が得られているのかっていうのが非常に疑問な中 で、特に二本松の場合はこうやって白紙撤回してくれっていう動きはもう既にあるわけですよね。だけれど環境省としては30年以内に、県外に搬出しなきゃいけないから、減用しなきゃいけないというのが市場例題なんですよ、ね、でその中で、まあ、今日は再利用の話だけれども、今日だって福島県内で黙々商店舗で燃やしているのも減用化の一つ、方策の一つなんですよね。でそういったことをやっている中で、でもやめてくれっていう声がこうやって出てる以上、皆さんとしては白紙撤回というのは選択肢の一つにあるんですか、ないんですか。今日いろんなことがあったんですけど、結局どうなんですか。あまり油断するようなことも言うのもあれなんですけども、そういう日本松市の実証事業についてはですね、そういったことも含めてご意見いただいているというのは我々認識をしてございますので、当然その選択肢というとなんか急に現実味が出てしまってなんか予断してしまうんですけども、そういうことも含めて検討をいただいてますので、当然それを踏まえております。でその中で、今実際じゃあどう対応しましょうかねという対応の方針を
省内、それから市の方ともご相談をして決めていきたいと思っております。余談じゃなくて、当然白紙撤回だって結論の一つにはあり得るってことですか？それはもう白紙撤回もございますし、また何か説明をして やるという選択肢もございますし、白紙撤回も選択肢ですし、説明をしながらやっていくというのも選択肢です。でそれから あと1個だけ、今回結果として日本松市が選ばれましたけれども、例えば伊達とか福島とか郡山とか白川とか日本松以外の場所での実験というのは今構想にあるのか？今現時点ではございませんけれども、当然実証事業もですね、いろんなお声をいただいておりますけれども、きちんとデータを取っていくということが重要だと思っておりますので、それが今後ないかと言われたら、それは市の方と市長との方とご相談させていただいて、調整はできるところはやっていきたいと思っております。はい、いろいろあるかと思いますが、どうぞ。一番最後の最後の話です。要するにこの事業がねできるのかどうかという問題ですよ。例えばご存知の1ミリシーベルトっていうのはあれは法律ではないですよね。法令だよね。大臣独自で決まってる。政令でね。でその細かなものはずっとそういうふうに決まっていて、それで実際に例えば原子炉を作る場合とかあるわけでしょ。これはないわけだよね。施工規則がない。処分については。今おっしゃっているのは那須町で。那須町じゃなくて、はい、に書いてあるんだけども、これは那須町の話じゃないでしょ。この特措法に収集運搬は施工規則がありますよ。保管も施工規則がありますよ。処分については埋め立て丸1、既存の処分場に埋め立てる丸2、新たに埋め立ての処分場所を確保する、その施工規則はない。おっしゃる通りです、はい、それでやるわけですか。そのやるその根拠は何なんですか。ご指摘の通り処分の内容ですね、それについては省令上再生利用もそれから処分についても今ないというのが現状でございます。で我々やっておりますのはあくまで、実証事業として、その安全に配慮しながらそのデータを取っていくと、そういうことをやっておりまして、で今後もここでデータがきちんと得られれば、それを省令の方に続けていく、それで省令だけにとどまらなければ他の必要な部分についても改正をしていく、そういうことが必要だと思います。だからそういう事業をね、規則がないのに我々住民の間でやるっていうのは可能なの？その根拠なんですか？その根拠で申し上げますと、そういうことを確認しないと省令がきちんと作れないというのは我々としてあるので、まず確認しておりますけども、その根拠が何かと問われますと、先生もちょっとすいません、51条2条ちょっとあのあたり忘れましたけども、そこで国の方で技術開発を進めていくというようなところがございますので、それに基づいて確認をしていく。この事業をね進める根拠はないんですよ。提言のための技術開発って書いてありますよ。人の健康や生活に影響を与える影響を提言するための技術開発とは書いてありますが、なんか今やろうとしていることは単原油化っていうか減らすっていう、それが目的化されているように思いますね。ということで私たちとしてはぜひやめていただきたいですし、そもそも、除染土の再生利用は反対です。ということでその撤回白紙撤回をぜひ選択肢のかなり上の方の選択肢に挙げていただいてですね、やっぱりいろいろ無理があると思いますので、ぜひ撤回していただきたいと思っております。ということでちょっと皆さんまだまだあろうかと思いますが、時間もありますのでこれで終了でよろしいでしょうかね。はい、じゃあ今日はご紹介いただきありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。